あ、大丈夫ですか？はい、というわけで皆さん、こんばんは。はい、こんばんはと言って誰も返してくれる相手もいないというのがちょっと寂しいところではございますけれども、放送がですね放送がね、始まってしまいました。タイトル、見ていただければ分かると思います。現在ですね、ただいま台の入れ替え作業中という形でございましたですね。現在なんと普段であればね、入れ替えというと、まあ、業者さんが来るもんやと皆さん思ってはるとは思うんですけれども、なんとですね、本日社員の皆様が、はい、タジハゲたってもう元々来ないからね、バロンよこせ、バロンさんね作業中です。店長以下全員現在作業中という状況でございましてですね、しばらくこの絵で我慢していただくより他ないということを本日聞かされましてですね、恐ろしいことになってしまいました。まさかの台もなく一人で2時間過ごせと、いうわけではございません。そういうことだけは言っておきます。はい、ですね、途中途中で、おそらく乱入という形で、入っていただける可能性があるとういう話はお聞きしています。まあ、大工の中村店長は途中で来られるという話ですので、他の方も、時間はいつになるか分からないですけどランダムで来る可能性っていうね、 JP マンだよね、大喜利配信したかったんですよ実は。で、大喜利で、そうよ、だからなんで鶴に来たのかっていう話ですよ。そうそう、マイマイの一人ひどい状況からねこれ言うとくけど、そう、何の配信をどうしようかっていうで、まあ最初はまあ台映せないんで、トークとか大喜利とかやりましょうかっていう話で話は進めてたんですけど、まあ当日となりましてですね、いよいよ忙しいと、店長以下皆さんこうね現在裏で作業中という形でございますね。いやーマジか、一人配信の時って、そう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 、愚痴配信でね、過去の鶴見配信引っ張ってくるかい、東大阪東証部、今回はもうピン放送、ね、店舗のピン放送ですから、はい、ね、大喜利できないな、どう考えてもできないね、知ってるつもり、知ってるつもり、あれか関口宏か、はい、J ラッシュ、ごめん、J ラッシュのその綴りが違うね、 RUSH やからね、打ちたいんですよ。第1人でピンで打っとけって言ったら全然ピンで打つんですけど、全く、打てないと、電源の入り切りをこうしないといけないんで、台打とうにも全く打てないっていう状況なんですよ。島根を上げたり落としたりっていうのが必要なんで、はい、去年の持ちマンの配信ね、持ちマンとか多分もう道具があるんかな、鶴見どうなんやろ、2時間マラソンね、そら喉乾くよ当然ながら、今国移動して放送させても、むしろね、というかのっけからこの形ですごい不安なんですけど、今後この企画大丈夫なんですかね。スポットということで一応来週 と、今月1ヶ月分の配信は決まってるんですよ。それだけはお伝えしておこうと思いますけどね。JP が答える配信しよう、大喜利、大喜利難しいな、あ、マメさんね、マメさん暇やったら来てください、見てたら、まさかの展開ですけどね。そう、ライダーの音とか聞こえてますけどもね、今あとバン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 ね音聞こえてくるかと思うんですが、叩く音というのは基本的に台をね、そう固定させるために打ち付けたりとかで、ハンマーを張ったりするんでね、その辺はご了承いただければと思います。はい、そう、どん兵衛だから悩み相談、何の悩み相談すんの、あ、今日です、どうもどうも。そう、気候なのに気候なんじゃない人が延々喋ってる配信ですよ。まあ前もね、前々の時もありましたけど、鶴見子さんが東大阪から呼んできて、だからピン放送やゆっていうのに今日はね、正月の終始、僕もマイナス34万まで膨れる、ね、34万気候です。はい。だからの意味がわからないけどね、だから年を君を呼んできての意味はよくわからないけど、まあそういう状況です。誰もヘルプはいませんので、はい、こういうの用意させていただきました。これを前に貼っていつでもお待ち、する状況にしたいなと思ってます。はい、
そうね、スカイプしようかって言われてますけど、僕とスカイプしたい人間なんておらんでしょ、はっきり言って。そう、なんじゃこの絵面ってなるじゃないですか。僕も言いたいよ。うん。JP、今気になる人が8人ぐらいいます。うん、絞ったらいいんじゃない。うん。あ、三重のオールナイトは参加したことないです、僕。うん、毎回毎回あれやったんで。JP さんのとこ、脱いだらあれやな。あの、汚いお乳が出てくるだけやからな。うん。ブックで2連と。うん。あ、今日あれか。で、あ、今日は1日お休みで向こうやってあったんですかね。うん。鶴見紀子が他店舗行って、他店舗行っちゃった。来てくださいよ。金牌ね、金牌になったの最終レースを当てました。はい。いや、誰も来なかったらどうするのって、どうしましょうかね。この放送オクラですか可能性ありますよ。うん。東大阪のね、天気は多分今日入れ替え。だから今日は、鶴見店さんは、今日はその閉店後に、入れ替え作業をやって、明日の夕方かな、オープンという形になると思います。確か1月7日って書いてあったもんね。はい。そう、毛だらけの地ですよ。最近恋してますか。恋はね、もうだん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 なんか熱冷めてきてやばいなと思ってますね。オクラにしましょうか。JP 遊ぼうぜ。どうやって遊ぶの、一人しかいないのにね。うん。YouTube に上げる。YouTube に上げてもしょうがないんじゃないのこんなね、MC がこう一人で、店舗さんを借りて、配信するっていうのはなかなかないと思いますけどね。お地蔵さんみたい。お地蔵さんやんね。話上手だから好きですよ。全然話上手と思ったことないけどね。チェビマニア歓喜。マニアおる？おらへんでしょ、言うて。ちなみに来週はね、言っときます。先に告知しておきましょう。初店舗。初店舗です。私、緊張しています。豊中北店に行きます。はい。この放送、豊中北店に行ってですね、いろいろと配信する形になりますんでね。まあ、ひょっとしたら、皆さん知ってる人が出るかもしれない。それだけは言っておきます。はい。ファンキーな住職。ああ、最近ね、しりとりしようぜ。できるもんなら、はい。ね、だってアンコ踊りした。アンコ踊りね、難しい、あれ、飛ぶから。うん。前々一人放送、一人放送、間違いないな。JP かけた内山君みたい。言いたいことだよね、君。知りるすべてのつるみをぶっこもう。知りるすべてのつるみね。何やろ、島伝は、落とされてますね。島伝はすごい落とされてるイメージあるんですけどね。おじさんの可愛い話しとこうかって、だから言うたやん。私ね、無論木コーナーさんでは売ってないですけど、他法人さんで売ってますけどね、正月から今までで34万木コーナー負けてます。はい。さらに負債が増えてます。なんとかしてください。ね、徹子の部屋の JP さんの部屋開始ね、部屋開始してますよ。来週あれです。豊中北です。はい。来月鶴見、まだちょっとその辺も含めて未定です、ぶっちゃけ言うと。はい。来月は来月でまた決まるという話ですので、はい、オファー待ち。はい。うん。じゃあ俺からね、聞こうなのな。じゃあ中村大君、はい、終了ですね。ハンディで作業してる気持ち、これ映せないんですよ。だから困ってるんですよ。ハンディカメラで映せるもんやったらみんな映せないですよ、これ。うん。周囲施設、外行って、ここはこれですみたいな、ここは駐車場ですみたいなことやるんですかね。おでん配信できるまではしたいけどね。ちょこちょこ返してね。でも間違いないな。そんなに金持ってることがすごい、いろいろあったんですよ。はい。冗談抜きで薄毛の始まりの心情から現在の経緯、結構悩んだ。もう髪の毛短したらどうでもええかなって、よくなりましたね。伸びたらやっぱり目立つんですよ。うん、髪の毛細いしね、言うて。今年も競馬予想テレビ、わかんない。うん。正月は今日まで5000してプラマイゼロ。おいいやん。プラマイゼロって全然買ってるでしょ。みんな用意したない。いつも通りやね。二条勝利に手出してみた。ちなみにバズリスク、どうでした？はい。ラウンドはね、ボーリングしてこい。ちょっと鍛えたらあるからね。うん。待ってる間に、おとといの飯を話してください。なんで、我々ぶっこんだんですか？落ちたかったから。うん。桜井放送しないの？ああ、桜井ね、オファーあれば多分行くと思いますよ。どこへでも基本的には行く予定ではいますんで、はい、私の足の続く限りは行きたいと思います。はい。あ、うちの旦那も同じことを言って坊主にしてる。ああ、なるほど、なるほど。あのね、
本当にそうなりますよ、必然的に。薄なったらむしろこうやってあの髪の毛刈っとった方が全然いいんじゃないかなと思いますけどね、さっぱりするし、うん。どんな子がタイプなんですか、難しいね、どんなタイプ。子っていう年齢じゃないんですけどね、僕のタイプになる人間って。ちなみに、あれか、1000気候は1万気候になって嬉しかった。羨ましいですね。おめでとうございます。バジか。僕、バジあんま打たへんからな。明日打ちたいなと思ってるんですけどね、何気にね。競馬の1レース最大勝ちはいくら万円ですか。これ、話していいのかな。帯以上は言ってます、帯以上は。はい。内閣大根は人の中身からダメってね。コマコマイメージで、イメージって。ああ、拉致しますか。GP はお鍋ですか、どういうことかな。死んだら何ですかねって言いたいんですけど、これ言えないんですよ。明日がね、確か検査なんで、明日の検査が終わってから初めて公表できる形になるんですよ。ごめんなさいね、ちょっと言いたいのはやまやまやないけどね。JP さん、髪短い方がいいです。最近おすすめの漫画とかありますか。おすすめの漫画ですか。おすすめの漫画ね。音読め語りって知ってますかね、森かおる先生のやつ。僕あれ大好きなんですけどね。あとは何かな、もう終わっちゃったけど、ヤンキンでやってたさやさやととかね、あの辺好きです。はい、熟女好き。うんね、初一人屋が試飲会やっててすごい虚しくなるでしょそれ。うん、前日からオファーあったらどうするんですか。車とあとはちょっとこれの接種をやりますけど交通費ぐらい多少出してくださいっていうところが言いたいところですけどね。まあできる限り行きたいと思いますよ。オファーがあれば私行きますから。はい、水分取りすぎなきゃ、まあね、喉渇くから。何のダイムぶっこんですか、いろいろ言おうか、思いついてる限りで。ちょっと待ってね、スマホ持ってきてちょっと確認しようか。すごい雑談トークになってるけど大丈夫かなこれ。今ガシン言うたね。あ、ちょっと今の人ね、あ、そんなでかくけんじ、まあそれはね、うん、皆さんこんばんは、こんばんは、どうも。あーね、あーそうね、新しい台ね。霞からオファー来たらしんどいですか。いや、そら来いと言われれば、そらクライアントですから。あとはちょっと交通費多少ちょっとね、あるかもしれないですけど。はい、空母いぶき面白い。へえ、2画面で違う画面で何かよ。あ、エガリスクさんはね、先ほどいらっしゃってましたけど、多分今作業し、わあ大変やな、台重そう、ほんまに。台打てないんですよ。台打てたら僕もなんぼでも台打ちながら一人でやれって言われたらやるんですけど、ちょっとね、台島での入り切りがありますんで、ちょっとその辺も NG になっちゃってるんで。いやね、これはなんで鶴見したんかなっていう、大君中村店長も言ったらしいですよ。いや、うち今日ちょっと入れ替えなんで無理ですと。いや、ちょっと他に空いてる店舗がないからどうしても入れてくれっていう話があって、こうなったらしいんですよ。まあその辺は後で本人の口から聞きましょう。はい、うん、JP 漫談はそれはそれで楽しい。いや、言っていただけどありがたいけどね。あ、平井さんいた、さっき。うん、ちなみにね、打った台は、ね、あれでしたね、CR 緑ドンと、リーサイボーグ、009ですね、リーサイボーグ、キャプテン翼、あと何やったっけな、鉄やつ、マックス、中森明菜のマックス、まだ置いてたんで打ちました。あとは、ライダーのサイクロンのやつね、ブンブンのやつ。あとね、スロットではね、アナザーゴッドハーデスと、あれ打ちましたね、花火打ってました。はい、基本的にそんな感じですかね。うん、台数、あのね、申し訳ない、台数もね、ちょっと今のところ言えないんですわ、申し訳ない。台はね、台に乗せ、こう台車みたいなのに乗せて運んではったりしますね。はい、移動方法はそれぞれで、手で持って運ん、その前まで行って手でこう入れ張る形になってますね。はい、童謡か何か歌うしかない。歌ってどうするんだろうな。平井は聞くのにな、グラッピー平井さんですね。グラップラーバキを間違えてグラッピーって言ったっていうね。はい、あれ尻上手、尻上手さんは東大阪からね。入れ替えストロパシー両方だと思います。はい、 JP 顔が丸、いつも通りですね。あ、ピラミッド落ちました、ピラミッド落ちましたね。そう、当たり見たくなって
花火行ったらもろでしたね。そうそうそう、完全に負けパターンでしたよ。はい、マックス、あ、スローも入ってると思いますよ。はい、4パチで打つ大事だよ。それでも打ちたかなんの、うん、明日のワクワクさん放送はフワさせるんですかね。どうなんやろ、明日は。そうか、西淡路か。ワクワクさん多分出てきてると思いますけどね。はい、大君ハードちゃんの、最後の配信で顔出されたら殺しますよって言われてますけどね。どういうのジャストラックこと、ああそういうところね、水分取りすぎももらわすよってね、もう漏れてますけどね。JP さん一人放送ですが、エンディックの事務所綺麗になってね、それは一人放送でね、エンディックの事務所がやってたら、あの木駒さんから怒られますから、はい、JP さんふわするときに貯金してますから、口座いろいろ別にしてます、はい、使わないようにしてます、手をつけたあかん口座にしてます、はい、扉開いてますね。負けていくとだんだん何でもいいから当たってくれときが耳鳴り落ちても、まあそれはあるよね、基本的にね。うん、見なりのちょ別に嫌なこともなかったですよ。とりあえず、まあ、年末に最後打ち納め行って、で年始に最初に打ったのが、告知マスターズですよね。はい、千機子で、花の部分がピカりました。はい、ビッグでした。そっからずっとマイナスです。はい、で誰も来ないんですが、そのうち来ると思います。はい、JP さんの年だといくらぐらい貯金があるんですか。なかなか、プライベートで踏み込んできますね、これね。交代でいいから隣に一人座ってほしいね。まあお仕事が優先ですから、それだけだ。こっちもお仕事なんですけどね、こっちもお仕事で放送してるんですけども、車でお待ちいただければと思います。はい、繋いでますよ、繋いでますよ。昨年の合計収支は白星ですが、昨日も言ったやん、もうこの前月曜日の放送で、あ、月曜日ならわからないか、月の放送も言いましたけど、3桁、はい、負けてます。告知まだある店あるんだ、ね、ありますよね。トイレ禁止で、トイレ行かへんからね。女性の守備範囲の、守備範囲の広さが1両クラス、僕の守備範囲の広さっていうのはどちらか、守備範囲っていうかストライクゾーンはこう、あれです、ドカベのいわきです。はい、ボール、みんなの言うところのボールゾーンは打つけど、ストライクゾーンは打てないっていう人間なんでね。はい、結構小橋台にある店に行くんやね。うちの近所は結構置いてくれてるとこあるんですよ。うん、徹夜マックス4台とかね。4パチでもう危機としてうちに行く。まだキャプツバが10台ぐらいあるっていうね、そういうお店ありますから。来週の高いのはアガー常備しておく。ああ、わかりました。アガーね、了解です。はい。店前のラウンド1から配信しよう。3桁負けるとか。収支つけてるんですが、大体ですね。大体です。ただ、だんだん収支つけてると、嫌になってくる時もあります。はい。なんでこれ売ったんかなと思ってね。はい。結構願望あるんですか？あるよ、そら。ねえ。うん。3桁負けても生きていけない。すごいな。いや、生き死にはね、いろいろあると思いますよ、その辺はね。うん。50、60喜んで。好きなバンド、バンドっていうとあれですか、昔は煙とかよう聞いてましたけどね。うん、ど真ん中がボール、わかるわかる。 JP の年収5桁から余裕。どんぐらいかな。うん、3万円ぐらい。そうは言わないですけどね、年収5桁とかで泣きそうになりますけどね、本当にね。JP はリンゴ派ですか、マイマイ派ですか、どっちやろね。どっちでしょうね。うん、超現実。そう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 、煙ね。そうそうそう、いいですよ、あれ。この前なんかライブやってはりましたけどね、どっか大阪ドームやったかな。うん、プロ野球選手のバッティングものまね、久々あれもやってなかったですね。ちなみに今日バット持ってきてないですけどね。はい、トークプラス、まああれですか、青汁系のやつぐらいですからね。叩くケツがないとね、ちょっとね、強敵がいないんで。はい、鶴見店の店員さんの名前、まあ大工中村店長いましたよね。で、いつも島田を落としてはった
Y 主任が。あとは、あれですね、佐藤さんと木村さんと、平井さんと、上山さん、江頭さん、ね、この辺がよく出てくるでありますけどね。本人いないから聞いてみますが、マイマイ、リンゴちゃんのマイマイでどっちが年上なんですか。どっちなん、俺素で分からへんねんけど。リンゴ37歳のあのネタが本気なのかどうかが全く分からないんで、はい、20分だとあと1時間40分で6倍か、この6倍喋んのか俺。はい、ね、よそよしさんね、そうそうそう、とんかあのね、台の打ち付けとかやらないといけないんですよ。打ち付けっていうか、その枠の中にこうきっちりはめてっていう固定させるためのやつですよね。これでいろいろと叩かなきゃいけないというところになりますんでね。はい、そう、島田よしさん、はい、こういうところ関東聞くのか、僕がいきなりこれ、スカイプいいですかってこの状況で言えると思う。あ、平井と駒子の絡みみたい。あーねえ、呼ぼか。リンゴは40歳ですやんか。リスナーと会話してたらあっという間、そういうもんなのか。うん、33と37でリンゴです。前々は34って言ってた。あと2年でリンゴの30代を、終わって、あの歌使えなくなるとか付き合ってあげろ。みんなよう言うな。そんなね、僕直接あの女の子に年齢聞くなんてことは要しませんのでね。はい、いやー、ぼちぼちどうなんやろ、来ないかな。ジャスラックの絡みがなければね、あの音楽でも流しながら雑談なんぼでもするんですけど、あのそういう状況にもならないというのは悲しいな。はい、JP の日の側に小バンドで関東京ちゃん流したりしてもええやん。完全にあれですよ、ミラーですよねこれね。関東は楽しそうにガロとケイジって、おーそうか楽しそうか、僕は全然楽しいぞみんな。ね、リンゴちゃんはパッと見て年齢が全くわからん大学生みたいな服着てるし、まあ過去は若いよね言うてね。うん、ネギ玉くんは今日休みでしょ、スカイプしてみてってね言われてますけどね。関西きょうちゃんで、ね、関東聞こえない君ら橋、以前やったからねこれね、あの水曜日で勝手に向こうに喧嘩売るっていう橋やったけど、うん、関東のミラーしようぜって言われてますけどね。勝手に想定されるリンゴさん、押し付ける JP さん、ルーズルーズ間違いないな。はい、キコちゃんクビになったら梅川です。いや違いますよ、クビじゃ全然クビじゃないですからね。あのちなみに私来週一緒に出ていただく予定ですんで、来週、違う、再来週や、不正の放送がございますんでね、そちらでは一緒に出る予定ですよ。はい、JP さん、今何台筐体持ってるんですか。50台弱ぐらいですかね、40数台は持ってます。はい、萌ちゃんのスカイプしたら多分スカイプ入れてないな、これ。 JP は自己アクセスで落ち券とかに入ってそうで、入りたかったけどダメだったんだこれ、実はあの野球サークルの方に入っちゃったんで、はい、掛け持ちできなかったんです。リンゴの料理って本当なんですか。マジよ。ほんまに知らんからあの子。関東とはコンタクトできないんですかと。コンタクトっつってもね、今どんなんやってんの、見ようか。見ようかっていうのもどうやけどさ、10分に1つ木村の大事なものハンマーで壊していこう。脅迫か何かか。松永さんクビになったんだけど、いややめはったからね言うて、うん、JP 俺が持ってるクッキーあげようか、かわいそうで。クッキーか、別に僕クッキーあんま好きじゃないからな。関東聞こちゃう、無音で流して JP 何面白く実況してってね、関東放送流しながらザクザンしようぜ。ちょっと待ってよ。あーこれちょっと待ってね、あれが違うな、ログイン何が違うんぞ。よいしょ、見なくて、倉庫に、毎月いくら払ってるんですか。倉庫ですか、僕言うて1万何本ぐらい、1万1000かな、そんぐらいですね。はい、うん、デスソースを使わなくてもデス給料になりがちゃう。やばい、前々一人放送事故でしょ、完全にこんなもんね言うて。あのヘルクス君ガチかって、関東に殴り込みって、うん、関東の放送に誰がコメントしといて。コンテナ倉庫、そうです、コンテナ倉庫ですね。だからそこで何かをすることはできないです。だから電源もそのままなんで、うん、仕事辞めて何してるんでしょうね。はい、倉庫って何ですかということで、私あれですね、個人的に持ってるパチンコパチスロ台を保管するためにあの倉庫を借りてるっていう個人的なことですねこれはね。これほんまに水曜日の配信の枠の中に入れていいんやろか、この配信大丈夫。
ちょっと待ってね。なぜかログインできないんだな、これが。なんでだ？うん。ジェフさん、全然金持ちじゃないよ。うん。ああ、ベルターソルジナルね。あの、CM ありましたね。今週ちょっと待ってね。今週何やったっけ？今週の土曜日は寝屋川南ですね。はい。明日が西淡路。はい。そして、金曜日がね、重曹の予定です。はい。金曜日が重曹予定。で、土曜日が、寝屋川ですね。で、日曜日が、神津島になるのかな。はい。という形になると思います。はい。家にあるそれで、うん、あるんですかって、その辺についてはこの場では言えません。はい。今日久々にデビルメイクライして、JP さんゲームしますか？僕ね、あれはしないですね。もう、持ってる最新のゲーム機が PS2 なんで、はい。まあ、ソシャゲはありますけど、あとブラウザゲーと、Steam って言って、課金してゲームそのものダウンロードできるっていうソフトあるんですよ。海外のやつとか結構多いんですけど、それやったりしてますね。パズルモンとか、はい。書き初め企画やらなかった。あ、月曜日とりあえずはやりましたよ。はい。やっていただきました。お二方に書いていただきましたけどね。東店長が結構危ないこと書いてましたけどね。はい。保管方法で気をつけてることはあるんですか？難しいですね。そこまで気をつける必要はないんですが、まあ熱とかでやられるっていうことはよっぽど高熱じゃないとないんで、うん。ただやっぱりね、昔の台とかでストックあるような台だとストックは飛んじゃいますんで、それだけちょっと気ぃつけなあかんかなってありますね。あ、向こうガラ当たった、うん、の予定でサイトになった人ありますけどね。寝屋川南、僕は出ないです。はい。うん、2時間以内に聞こなさいが出ればいけるって、ね、言われてますけどね。エンデックの給料には満足してますか？なかなか踏み込んでいきますね、これはね。じゃあ、焼き鳥社長に聞いてください。うちのね、ぜひ、聞いていただければと思いますけどもね。はい。ね、西淡路、淡路さんなんで違いますからね。これ前話しますけど、西淡路は、どこになりますかね。淡路駅っていうのが大阪にあるんです。そちらの方に近くですね。うん、社員コーナーに台打てない JP 雑談しかないじゃないか。まあ、まさしくその通りになってますけどね。木間さんのローソンで唐揚げくんが放送を作ったんですか？やりたいんですけど、やっぱりね、お仕事っていう形でそう、店員さんをこう外に行くっていうのはちょっとね、厳しいという話になったんで、今のところアウトです。はい。木金に北雪エリアが担当なんですね。そうですね、北雪プラス、淀川エリアも含めてっていう形ですかね。北雪、あと吹田近辺という形ですけどもね。懐かしのボードゲームって人生ゲーム以外ありますか？人生ゲーム、僕は野球盤派やったんでね、人生ゲーム以外ね。実家に実機あるけど、ほこりまみれになってる弟の、スロガロか、スロガロ。スロガロね。ほこりまみれってはちょっとあれかな。でもまあ、たまに動かしとかないと、多分液晶とかが死んじゃう時もありますんで、はい、たまに電源やっぱり通しとかないと、後で打てないってなった時に、あーってなりますからね。はい。ドラクエ10はしてますか？僕、オンラインゲー、基本的にやんないです。はい。箱やったら箱。まあ、オンラインゲーっていうか、ブラザーゲーやりますけど、木村みたいな。まあ、そのうちね、多分作業終わったら、フラッと顔出してくれるかなと思いますけど。西はじゃあ玉ねぎ配信なんですね。全然違うな。うん。エンデ君就職する前何してたんですか？いろいろやってました。教育関係にもついてましたし、あとは雑誌、あと建築関係、いろいろやりました。はい。JP さん、昨年に痩せたやつれた。昨年からはキープですね。正月で多少ちょっと増えたんですが、今ちょっと減ったんで、同じぐらいかな。次の店長の誰とキスするのかしません。はい。鶴見の行き方、新大阪駅からざっくりと教えて何駅で降りるかってことで、ね、塾講師じゃないですね。はい。鶴見の行き方、新大阪から、御堂筋線でバーッと下ってください。はい。ね、中央線乗り換えてかな。
もしくは JR でもいいですかね。JR の学園都市線に乗っていただいて、環状線で京橋乗り換えで学園都市線に乗って、花手降りて北へ行けば、5分ぐらいですかね、着きますけどね。はい。放送な日は会社出勤なんですか。違いますね、違いますね。私こういうお仕事を持ってからは兼業できてないです、ぶっちゃけ。大人の調教師意味が分かんないですね。どういうことかな。はい。階段のない足場をやりたい人は、ああ上り下り、ああ足場ですか。足場ね、この体型やったね、結構苦労しましたね昔はね。はい。店長集結で天の声大作戦やったらどうなりますかって、カオスになること間違いなしですね。はい。ていうかそうか、裏は今当たってんのか、いいなぁいいなぁとか言ったらあかんけどね。よいしょ。放送時間だけが仕事なんですか。でもまあその上げたり動画上げたりとかいろいろせなあきませんのでね。ありますよ。これの準備するのも一応時間かかってますからね。はい。検事関係今も違うベクトルで大変だ。まあいろいろあります。ただもう体的にはこっちの方が全然ありがたいですね。僕建築関係やってた時の一番最後の時にね、車追突されたんですよ。でそれでまあ体がね、首の方ちょっとやられまして、まあ、いわゆる鞭打ちっていう形やったんですけど、ね、まあ、結構建築関係ってこう朝早くから夜遅までやるんで、もう体ついていかなかったんで正直あるんでね。はい。いいな言うなって言われてますけどね。JP さん、去年2月に鶴見店でお会いしましたか。鶴見店でお会いしましたが覚えていますか。あれですかね、持ってきていただいた方ですかね。ママドール持ってきていただいた方ですかね。はい。JP さんの試験でいいのに、オートマフェスの評価を教えてください。ああ、僕の試験、あくまで僕の試験で行っていいですかね。行っていいんであれば言いますけども。オートマフェスティバルね、僕は台で2分の1なかなか弾けないんで、ちょっと正直言って、僕個人としてはあんまりお世話になってないだやなっていうのはありますね。はい。ハムとマングスはどっちが強いんですか。沖縄行って調べましょう。 JP さんモテ期はありましたか。幼稚園で終わりました。はい。慰謝料分取って悠々自適なんですね。そこまで出へんかったからはっきり言っとくけどねえ、そこまで出なかったですよ。なんせ会ってから通院はしましたけど、あれでしたね、会社出てこい言われましたからね会社出て、会社出て朝の5時ぐらいから夜の11時ぐらいまで働きましたよ私は。はい。マツコとミツどっちが強いんですか。戦わせてください。はい。今日はダディチャンネルそうなってますね。はい。JP さんに台の攻撃させたりするように言われたね。よく打つだい、よく打つだい。僕は変な台ばっか打ちますよ基本的に。皆さんご存知だと思いますけど、うわこの台なかなかないやんって思うと打っちゃう人間なんで。例えばこの前 の西陣のゴールデンゲートとかね、のっけから1000ハマり食らいましたけど、ゲラゲラ笑いながら打ってましたけどね。あ、そういう前々さんお題できてもらった。ああ、そうか、縄手でしたっけ、野崎でしたっけ、どちらか行かれたんですよね。将来の夢なんでしょうね。もう35にしてビジョンがないっていうのはちょっと辛いところではあるんですけどもね。はい。今も精一杯生きております。はい。36歳になります。JP とマツコどっちが強いって、まあ向こうの方が強いでしょうね。いつから大阪ですね。私大阪住みじゃないんです、実は兵庫県住みです。はい。縦眼鏡ですが視力悪いんですが、コンタクト、コンタクトは昔ハードコンタクトを入れようとして即座にドライアイになって、無理ですと、はい、断りましたね。はい。だから僕野球やってる時もずっと眼鏡でした。はい。ぜひまたねこちら来られる時は木コーナーさん各店舗寄っていただければと思いますんで、
ね、おでん放送早うって言われてますけど、はい、JP さん、長崎には、長崎はないな、後継続機とオール16ラウンドの台どちらが相性いいですかって言われてますけど、はい、都構造面白いですねということで来ましたよこの人が来ましたよ、ようやく来ました大丈夫ですか、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、大根来た、しれっと来たって言われてますけどねJP 九州においで、九州一遍だけ行ったこと、あ、2回か行ったことありますよね、湯布院と、はい、湯布院は行ったことあります、何ししたんかって言われますからね、ぬるいとやってきたってね、小話大君こんばんは、小話してやっと来たって言われてますけど、あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、うん、責任者事情説明って言われてますけどね、ああすいません遅れました、 JP さん一人喋り40分一旦落つってことでね、大君刺激に電話しようか、はい、あ、こっちコメント映ってますんで、ね、あ、ほんまですか、はい、あの見ていただければと思いますけどね、はい、ちょっと今日残念なちょっと放送になってるんで申し訳ございません、いや残念って言われたら俺が今まで40分間喋ってたから全て残念になってるじゃないですかね、木村署に行ってパッて言ったのにって言われてますけどもね、大君出ます出ます出ます、あ、もちろん、あ、はい、もう出ますか、うん、はい、というわけで改めまして明けましておめでとうございます、明けましておめでとうございます、おめでとうございます、はい、どうぞよろしくと、そうですね、いうことですが、新年いきなりこれと、いやいや新年らしい新年らしい新年らしい感じ、慌ただしい感じがちょうどですね、うん、あ、でもほらね、店長お疲れ様ですって言われてますけどね、今日は今日で楽しいよって言われてますけど、はい、書いてますね、入れ替えなのに何年つるみにしたんって言われてますけど、事情説明してあげてくださいよ、はい、店長、これこれ何なんですかねいやちょっと僕もあんま分かんないですけども突然来た感じですか、はい、振って湧いたこの鶴に発信、いやいや違うんですよ、やっぱり、うん、ちょっと告知がありまして、はあ、はあ、あ、はい、告知、ああ、そうなんですよ、これカメラ、はい、あれっていけます、あ、いけますよ、はい、ぐるっと回しましょうか、はい、じゃあちょっと、向こうですか、あ、そうですそうです、あの、この あれでいいですか、はい、あ、いいですいいです、このこっちまたカメラ別で映ってますんで、はい、じゃあちょっとカメラ別で映しますね、はい、上から押し付けられたやつとか言われてますけどね、じゃあカメラ追加しましょうか、はい、こちら、はい、これはお客様が決める人気機種ランキング、そうですね、はい、はい、LINE アットで、はい、大阪の店舗ですね、はい、もう LINE アット入って、やってる店舗全店ですね、はい、で人気機種ランキングを1月6日からもう今日からですね、あ、今日、あ、今日、そういや、あの LINE アート来てましたね、はい、今日の、はい、まあ19時ぐらいから、はい、はい、はい、10日までもう全店、大阪の全店でもう人気機種、何が一体、おー、はい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 、はい、どういった台がやっぱり今人気あるのかっていうのを、はい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 、まあ、お客様にご協力してもらってるって形なんですけど、なるほどなるほど、はい、はい、で発表が11の朝にします、11日の朝、はい、はい、結果発表という形になりますので、ね、そうですね、んで、まあ、書いてるんですけど、大阪キコーナ32店舗、はい、1月11日ランキング全部出します、お、はい、ランキング全て出すと、そうですね、パチンコスロットに関してね、はい、はい、今までね東部エリアでランキング全部、ああ、やってましたよね、はい、東部さんの方でいろいろとこう、こう順番でこここんな感じでしたみたいな感じでやってましたけどもね、いろんな店舗のランキング、それを幅を広げて、はい、幅を広げて、なんと大阪キコーナ32店舗でランキングをつけてしまうと、ね、ランキングつけちゃいましょうということで、はいはい、シーンとなりましたけど、はい、どこもバジが1位でしょうって言われてますけど、ね、そうなんですよね、やっぱバジリスク、まあ普通にアンケートいろんなね、はい、店舗機構なんでもやってるんですけど、はいはいはい、いろんな店舗見させてもらってるんですけど、やっぱり絆が1位なんで、やっぱりそうですよね、はい、主力機種というか、まあ、この前鶴見店さんも増大しましたけれどもね、そうなんですよ、増大して、はい、さらにまた鶴見店のランキングも1位になりましたんでね、人気機種、うん、はい、聞いてみたら、はい、はい、そこをなんとかなんかね、お、これ、え、これみたいなのが欲しいんですけどね、あー、ちょっと意外性が欲しい、そうですね、ところですか、他にもね、いろんな機種、面白い機種いっぱいありますんで、はい、はい、なんとか食い込んで欲しいなと思うんですけど、はい、はい、特にね、このキコソロのところ鶴見店さん豊富ですからね、いろんなたくさんありますから、はい、はい、あ、絆超楽しいってね、今ずっと売ってるってね、はい、はい、なんで
各店のね、大阪の各店で多分もう配信してると思うんで、ランキング、はい、皆さんぜひぜひ参加してほしいなと思います。思いますんで、はい、はい、メゾン一国とかって書いてるんですけど、いいですね、メゾン。いいですね、メゾンね。パチのメゾンかな、スロの方かな、どっちかな。意外性やったら告知とか言われてますからね。絆に負けたことはないんでね。カサスありましたね、太陽エレクさんのカサスね、はいはいはい、スローバジでパチはガロじゃないのって言われてますけどね。僕はね、僕の1位は勇敢クラブなんですけど、ね、お分かってはるな、いいですね、僕大好きです、勇敢。はい、めっちゃ打ちましたよ、プライベートで。ちなみにどのタイプ打たれました？雨ですか？雨です、雨です。雨ですか。僕ミドルだったんですよ。ないんですよね、ミドルが。ミドルがないんですよ、これが、ね、めちゃくちゃミドル打ってたんですけどね、はい、はい。キコちゃん関西リスナー人気機種ランキングやろうって言われてますけどね。あ、キコちゃんでもやりますか、いっぺん。ハイディングドラゴンバーニングとはどうですかって言われてますけどね。はい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 、はい、ねえ、キコちゃん関西リスナーやったらどれが1位になってくるのかな、この辺は。どうなんだろう。え、どういうことですか、キコちゃん関西リスナー人気機種ランキング。うん、あ、リスナーの方が、リスナーの方に選んでいただくっていう形。じゃあ意外と絆じゃ投げ勝ったりしますよね。可能性あるかもしれないですよね。何かな、何がありますかね。うん、昨日前のが東部エリア店長集結予定あるみたいだけど、誰が何するか考えるのかなって言われてますけどね。あ、なんかね、3週目ぐらいに確か入ってましたよ。そうなんですよ、そうなんですよ。しかも水曜日。そうなんですよ、はい。どうしたもんかなっていうのはね、ありますけど、はいはい、またいろいろと無茶ぶり来るかもしれませんけども。いやー、楽しみですね。大丈夫ですか、中村店長。楽しみです、ね、前回いろいろとやらされた記憶はあるかもしれませんけどね。いやーね、前回正直ちょっと逃げてたんで。今回は立ち向かう感じでいいんですか。いや、立ち向かわないですね。立ち向かわない、やっぱキャラ濃いんで、はい、東部エリア。まあね、皆さんね、はい、キャラ立ってはりますからね、店長さんね、はい、だからちょっと後ろの方に影に隠れてたらちょうどいいかなと。影に隠れるんですね。影に隠れたい。あ、逃げも隠れもしないけど、あ、隠れるみたいな感じですか。そうです。あ、なるほどなるほど、はい。ね、稲川淳二を配した七味しかない。あ、パッチのエキサイトがいいねって方いらっしゃいますかね。はいはい、エキサイトはね、今普天入ってますんでね。あ、ちょっとね、はい、ここから北上がったところですけどもね、はい、ジャグラーとか J ラッシュ2や3って言われてますかね。やっぱりあれですね、いろんないろんな意見出ます ね、 ますね。これガルパンやろうとかね、はいはいはい、ヒコちゃんと先生中の七味かなってね。新基準の6では出ないことあるから、絆転生マイジャグが最強かなって言われてますけどね。ジャグラーかな、鬼武者かなって方もいらっしゃいますね。意外とボンノブレカ全が好き、生身で漫画は勇敢クラブ面白かったですねってね、はいはい、あ、原作が読まれた方かな、これは。クルー入会票で入れるやつ多そうと言われてますからね。あ、大工の中村店長、女子高生の格好して行けばいいよって言われてますけど、はい、どこですか。女子高生の格好して行けばいいよって言われてますけど、あのね、今福店で僕主任やってた時に、はい、みんなでコスプレやった時、僕女子高生の格好しましたよ。マジっすか。はい、当時主任で。そうです。それは何でですか、何かの催し事で。催し事でイケメンのあれで、マッピーいたじゃないですか。はい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 、いてありましたね。なんていうあだ名か分かんないですけど、はい、あの今福店の主任、はいはい、と一緒にやったんですよ、はい。ちょっと女装してみひん言うて、うん、でマッピーがまたちょっとイケメンじゃないですか。あ、まあまあイケメングループ入ってますから、はい、すごく似合ってるっていう。え、女子高生ともマッピーさんは、ね、ワゴンさんの服着てましたね。本当に今服店に入ってる。入ってある？ワゴンさんの。え、それお借りしたんですか。お借りして、しかもそれが入るっていう。すごいね、入るって、うん、入るっていう。女性もんでしょ。女性もん、女性もんです。いや、本当の女性もん、パツパツなってるけど入っちゃうっていう。はい。あ、これ書いてますね。何だっけ？青兄さん。あ、青兄さん、はいはいはい。青兄さん賛成。いや、青兄さん、もともとこの鶴見でやらされてますからね、僕。あ、そうや。はい。あれは確か当時、神戸中央の。そうですよ、主任だった時に。そうですよ、神戸中央で主任してる時に、いきなりここの主任の。ありましたね、はい。どなたかはあえて言いませんけども。そうですね、そうですね、本当はね、仕返ししないといけないですけど、ね、そうですよね、リベンジしたいところではございますけどもね。はい、それがまさかね、ここに来るっていう。ここに着任する、ここに来て、なんと店長、はい、主任という関係になるという。関係になる。まさかの店が。僕、あの時移動の話聞いて、店舗聞いた時に、はいはい、大丈夫かなと思いましたけどね。そうですね。
殴り合いにならんかったらええかなと思ってね、まさか上司になるとはねって言われてますけどね。あれですね、今日はまあこんな感じなんで、はい、ね、みんなちょっと紹介していこうかなと思ってますんで。あ、大丈夫ですか、はい、また呼んでいただける時間があれば呼んでいただければと思いますんで。いやいや、もう呼びます、呼びます。あ、大丈夫ですか。まず鉄板木村から行きましょうか。行きますか、キムさん。行けますかね、か、ゴッド平井か、どっちかですね、やっぱり。平井さんなんか今日見たとき、今日僕出れないっすよって言ってましたけどね。木村読んだら大喜利させるのでやっぱりいいですね。得意ですからね、大喜利とか。そうですね、はい、ちゃんと何塚さんが紙が用意されてますんで。ちゃんと紙も用意してましてね、はいはいはい、ちゃんとほらこペンまであるっていう、素晴らしいね、これね。ちょっと行ってみます、うん、順番に。いいですか、ここの前通る人をまず行きます。あ、そうですね、わかりました。一人一人これね、ハンディマイクとあれも用意してますんで、はいはいはい、木村呼んで、エガリスク呼んできて、木村最後でええよって言われてますけどね、木村帰れとか言われてましたけどね、はい、エガリスク、なんなんエガリスクって、すごいです ね、 バジリスク好きやから。そうなんです、あ、はい、やっぱりその話されるんですか、エガシャさん。いやー、ずっとバジリスクの話しますよ。めちゃくちゃ好きらしいんですよ、はい、ただ彼がいっぺんその設定カンパやりたいっつってやったんですけど、はい、言いたいこと言って見事に外したっていうのが。あ、マジですか。がっつり外したってなりましたんでね。なんかいつもなんか、はい、いや、どこどこうちに行って設定なんぼでしたとか言ってますけど全然分かってないですよね。まあどうなんでしょうね、本人は隠しを持って言ってるかもしれませんけどね、これはね、はい、キムキムの人両切りしようって言ってね、エガリスクからでしょ、グラッピー平屋で言って、木村にデリの感想を聞いてってことですかね、はい、ねえ、飛ばしたらええやんと言われてますけどね、はいはいはい、木村淳にね、むちゃくちゃ言われてんな、本当に。いや、あ、来た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 、ん、平井淳。はい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 、どうぞ。じゃあ、中村店長こっち寄っていただいて、はい、はい、じゃあ、やっぱ真ん中に愛が全くつけた、ね、はい、あ、これこれこれ、はいはい、うん、はい、というわけで大根持ち回しようって言われてますけどね、はい、来たよ、はい、というわけで一番バッター来たよ。あ、ちょっと、あ、入ってる入ってる入ってる、あ、開けましておめでとうございます。おめでとうございます、どうもどうも、グラッピー平井さんでございますけどもね、皆さん、はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。平井さん、もうちょっとこっち寄ってみたいでいい、はい、うん、通過すると餌食やなって言われてますけどね、キムキムアキム平社員って言うんですよね、サングラスしてへんやんって言われてますけど、え、ちょっと急やったんで許してください、はい、今日今裏で作業中ということですいませんね、本当にね、急遽呼ばれる平井って言われてますけどね、はい、忙しいです、おめでとうです平井って言われてますけどね、はい、いや、正月どうでしたか。お正月もやっぱり出勤されてたんですよね。はい、正月はもうずっと出勤してました。あ、そうですか、はい、お疲れ様でございますね。せやん、休んでたやん。またこの2人でこういう会話になってくるでしょう。前もそうやってね、平井明おめえって言われてますけどね。あ、おめでとうございます。はい、こんばんは。木村さんかと思ったらちょっと似てる気がするって言われてるんですけど、木村さんに似てる。いやいや、似てないです。似たよ。僕の方がちょっとやや上。あ、上、あ、やっぱりそういうこと言ってるわけ。さすがやね、これね、すぐ読んでね、なんか本人目の前やったらいいんですけどね、はい、影でめっちゃ悪口くったらいいんですけど。すごい、もう怖い。木村修理好きなんで ね、 あね、はい、ビッグマウス平井明夫名って言われてますけどね、はい、ね、平井明夫名ってね、ヘルメットどうしたって言われてますけど、前もヘルメットありましたね、確か。はい、いや、今日はね、なしです、はい、なしですか、はい、今日はさすがに上から何か降ってくることはないという。はい、大丈夫です。ブブブブブブ、罰されてるやんか、また平井50キロってね。さあ、平井、こまこまに一言どうぞって言われてますけどね、はい、コマコマ知ってるんですか。はい、知ってます。一緒に働いてた。はい、寝屋神奈美で一緒に働いてました。そうですよね、寝屋神奈美もらいましたもんね、はい、はい、じゃあ一言どうぞ。はい、まだ福祉なんですかっていう。がっつり行くね、本当に、はい、挨拶代わりに店長の嫌いなとこ行っとこうぜと言われてますけどね。早速ですが、お題、木村が10万キコ使って買ったものは何でしょうと。いきなり大喜利始まってますけどね、これね、はい、じゃあ、お題、気候なカルタの尾の文字の読み札とは何ですか。じゃあ、大喜利どうします。中村店長、なんかお題来たらチョイスしていただいて書いていただけますか。
はい。いやー、まずこれは平井の彼女はって書いてます。いやいやいや、いや、いつもなんか僕の彼女を見たことあるみたいな。そうですよね。来るんですけど、うんうん、いや、いないですよ。はい、あと、何ですよ、元カノネタ多かったですよね、やったら。はい、うん、何聞いたことない、元カノネタ。いやいや、僕何も言ってないですけど、うん、なんかリスナーさんが見たことあるって、はい、そうそうそう、あ、一緒に歩いてたとこを見たことある。そうそうそう、はいはい、どこどこで何々してんの見たみたいなコメントめちゃ、なんかめちゃめちゃ来るんですよね、はい、それね。はい、街歩けない。うん、ねえ、ね、平井の彼女はって言われてますけど、今週は寝屋川南からぶっ込もうって言われてますので、ぜひ皆さん、平井さんがそんな言うてたってことは言っていただければと思いますけどね、放送でね。はい、じゃあまあね、お題、じゃあ好きなの選んだらいいよ。じゃあ大喜利という意味が分からんのよな、多分。ああ、大喜利やったことないか。うん、あ、平井の彼女は二等身だったよって言われてますけどね。ああ、パワープロ的なね。でもパワープロのあれは全然頭の中で保管できるからいいじゃないですか。いや、まあまあ、まあ、ね、はい、罰ゲームグッズは持ってきてないんですかって。一応ね、青汁だけは持ってきてます。はい、ものすごい今嫌な顔しましたけどね。焦点みたいな感じで答えたらいいだけだよってね。左の彼女はクリボーみたいだったって言われてますけどね。どういうことですか。どんなんやねそれ。二等身っていうか、あれ一等身やがな、あれクリボーやったらね。はい、お題いっぱい来てんで、うん、大君が落ち込んでます、なぜでしょうとかね。はい、喜びそうな罰ゲームとは。お題、コマコマが一番喜びそうな罰ゲームとは。土曜にさせるかもって書いてる。なんか多分痛いの好きでしょ。バーンやられて、なんかケツバットとかやって、僕なんか見たことあるんですけど。やられてますね、よくね。いつも喜んでるっていうか、はい、なんかいやいやみたいな言ってるけど、はい、めっちゃなんか内心喜んでる。あとで、あれ喜んでるんですか。多分喜んでます。いや、本人ね、やられたとすごいいじけるんですよ、あれ。あ、ブー来た。長い長い、持ち時間が長い。もうみんな出てもらわなあかんのに今日。あ、そうですか。そうやで、ちょっとずつみんな行くから今日。あ、なるほどですね。で、最後も木村主任ずっと喋っといてもらうから。あ、長いっすよ、木村主任は。長くなりますか、それ。長くなります。長くなりますか。はい、はい、もう喋ったら止まらないです。じゃあ、あれですか、ブーブー来たんでどうします。一応、罰ゲームは用意してますけど。罰ゲームして帰るんですね。あ、もう時間が取りすぎて。あ、もう そこまで時間なかったらもう最後にまとめていきますわ。はい、平井、どれか答えてよ、大喜利。大喜利ってなんすか。大喜利ってなんすか。俺、あれやからね、皆さん分かっといてね、全員が全員芸人ネタ持ってるわけじゃないからね。はい、うん、最強のケツバット。お題、この3人で一番エロい人は誰でしょうって言われてますけどね。開いた、あー、よく言われますね。細いっていつも開いてるんですけどね。最強のケツバット。高井田に来られてた方ですかって来てくれよ。あー、そうっす、そうっす。実際に高井田これ行かはった方ですかね。あ、ありがとうございます。声かけてくださいよ。声かけてくださいよって。かけてくださいよ。僕めちゃめちゃ巡回してたから。そうですよね、はい、僕一時期ヘルプという形 で、 そうです。高井田店に行ってはったということですけどもね。めちゃめちゃ僕力になりましたよみたいな言ってたんですけど。それもあれですね、ちょっと僕でちょっと聞きたいですね。僕、いやいや、高井田店行きます。高井田店の副主任に聞いた。いやいや、全然ですよって。どんだけ持って帰ってくんねん。いやいやいや、僕ね、結構学びましたよ。あ、学んだ、はい、はい、しっかり店長とフィードバックして、ああ、そうかそうかと、よくやったと。なるほど、はい、はい、はい、そういう、あれを、それだけ会話してます。大丈夫ですか、はい、はい、ねえ、平井はブックロックしてますかって、これあれですね、もともとあれですね、木村主任が、組んではったコンビ名ですね、これね、はい。コマコマ好きなのは日記日記店長と壁ドンキスやで、次は島田吉井さん呼んでって言われてますけどね。あ、休憩室にいてましたっていうことは、え、休憩室にいてた時ってありました？あー、え？休憩室にいてましたっていうコメント来てました、同じ人から。あ、違う、高井田に来られてた方ですから、休憩室にいてましたっていうコメント来てますから。もう完全に身内じゃん、もう。いや、これ僕分かるかもしれないです。スタッフかもしれないです。スタッフ、はい、スタッフでなんかニコ生好きな人いたんで、うんうんうん、もしかしたらその人がっていう。ああ、どうでしょう。でも一緒に働いてたのに確定はないしてない。もしかしたら高井田のに来てた人ですか。人ですかみたいな感じかな、これ。もしくはお客様がどちらかと思いますよ、これ、はい。
ねえ、平井って神に天使の輪出てるねって言われてますよね。ムック店長の印象を教えて。あ、ですね、これで判断しますね。青汁か青汁じゃないかムック店長の印象を教えて。いや、とてもね、優しい方で、はい、もう接客をとりあえずね、大事にする、方でした。はい、はいはい、もう怒んで多分ムック店長そういうのは誰でも言えるやんそんなんなんかすごく優しくて接客を大事にする人でしたってもう怒られんねもうムック店長に。残念まあまあまあ、うん、というわけで、はい、じゃあね、本日の罰ゲームなんですが、はい、だからムック店長飲むやつでしょうか。健康にいいからね。健康にいい。今日今年はね健康ですよ。僕普通に飲みたいもん、うん、青汁。ああどうぞどうぞ。あがなめるおっさんとかでええがなって言われてますけどね。大君とムックちゃんやったらどっちにつきますかって言われてますけどね。なんで見る？今、見る今ちらっと見ましたね。あ、来た来た来た、はい、早く変わって。次ほら変わって。はい、はい、じゃあ罰ゲームだけ受けとこうか。はい、はい、いやいいですよいいですよ。はい、じゃあ水なしで吸ってみよう。吸ってみよう。早くもう時間ないから。もう1時やから、早くやって。はい、もうマイクとかいいから、もう。はい、じゃあ、続きはい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。あれ、続き来たよ。続き様で。ここみんな順番に行くから。大丈夫？お疲れ様ってね、すすれしってね、吸ってみた、そうそうそう、はい、これすすね、エイジが来たとで、はい、皆さん、お待たせ、お待たせしました、どうも、じゃあバロン木村主任でーす。ちょっと木村主任に、ちょっとはい、つないでて、ちょっと一旦いきなりつなげという指令が出ましたけど、ちょっと一旦休憩するわ。あ、助かりました。あ、理由休憩なの？なんかあるんかなって思って。あ、休憩は間違いない。休憩間違いないらしいですね。休憩間違いない。ああ、なるほどですね。つなぐ、僕はどこまで行ったらいいんですかね。いや、わかんないです。多分店長帰ってくるまでなのかどう。いや、僕は最初40分間僕ピンで放送しましたからね。あ、そうなんですか。それだけは言っときますわ。めでたいですね、はい、エジキが来たぞ、そうなのか、来たってね。皆さんおめでとうございます。ありました、おめでとうございます。はい、というわけで、ね、木村に質問なんですが、前、はいはい、最後に別れの挨拶して速攻出る気分はどうですか。いや、まあ僕一回引退もしてますからね。あ、引退結構してるんでしたっけ。はい、結構してます。はい、引退結構してますし、結構復活もしてますんで、はい、まあ、その辺の感情に関しては言いましょう、無です。虚無ですね。あ、何もないと。はい、あ、一切この引退云々観念に関しては考えそうものはないと。そうですね、何の感情も湧いてこないですね。はい、あ、なるほどね。はい、皆さんどうですか。もう見慣れた顔でしょね。本当に本当にね、はい、また出るとは思いませんね。思いませんでしたね。いや、はい、本日もちょっとお忙しいのかありがとうございます、はい、本当に申し訳ないですけどもね。いや、もうあれほど最終回最終回で言うと、そうですね。しかも最終回って言って一番最後に出たのが、はい、社員の上山社員と、はい、ね、向こうの東大阪店の徳蔵さんで、最終回にみんな出へんのかって思ったら続きますみたいなオチで終わりましたんで、あれも最終回としてどうなんかなと思いましたけどね。自分でやっててそう思いましたね。2番バッター君が、ね、最終回をもう小太り2人で笑ってて、ね、小太り言うな、本当に。まるまる太ったやつで笑ってっていうね。本当に。いやー、でもちゃんとね、うん、皆さん最終回って書いて、私タイトルで書いたんですけど、はいはいはい、最終回に下矢印書いといて、はい、詳細番組の詳細説明のとこ下書いてあるんです。それ読んでったら、はい、最後にかもしれないって書いてあるって落ち作ったんですけど、見事にみんな引っかかりましたね、これね。いやー、ありがたいですね。ね、ありがたいということで、はい、はい、木村この前、紹介したデリどうやったとか言われてますけど、どういうことや、これイケメンや、おめでとう。あ、出た、あかんあかんあかん、ね、あかんぞ、うん、見てるぞ、今日も今日も見てるぞ。ね、ほら、金麦やっときたね、こんばんじゃって言われてますけど、ね、あ、こんばんは、はい、バロン明けおめって言われてますけど、ね、はい、おめでとうございます、はい、いや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 、木村主任の
音声上げますね。あ、大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？大丈夫ですかね。はい。あ、OK です。はい。ね、久しぶりってね、リスナーが楽しくなる時間がやってまいりました。はい。お題ですけど、大君店長は激怒しました。どうしてですかって言われてますけど。あ、大喜利がいきなり始まるんですか？はい、始まる。ちゃんと紙とね、あれは用意してますんで。あーあ、なるほど。新年早々。私の大喜利のレベル大体分かってらっしゃるでしょ皆さん、はい、あなるほどですね。大君店長が激怒した、うん、そう、はあはあはあ、どうしてですか、ね、あなるほどですね、うん、キャー木村帰ってって言われてますけどねどっちですか早く萌えちゃんに。あ、そのキャーはあの悲鳴の方なんですね。悲鳴の候補にしてるんですからね。バロン剣道対決どうしたって言われてますけどね。あ、剣道対決ね。いや、上山が、はい、あいつがあの道具を防具を用意する用意する言うてはいはいはい、いつまで経ってもしないんですよあの前言ってはねましたね、はい、なんか道具が足らへん足らへんって言われてね、やるにしたってね。いや、もうあいつ逃げてるんじゃないかと、佐藤の。なるほど、はい、あ、本来でもご自身なんか自身はなんかやりたいっていう話してましたね、はい、いやでもね、さすがにね、相手がもう、はい、5段6段、5段、そうですね、ほぼ6段、もう 5.5 段ぐらいの相手ですからはいはいはい、はい、殺せますからね、人、間違いなくね、簡単に殺せますから。むしろ全日本で優勝できるクラスですからね、はい、言うてね、はあ、だからね、さすがにね、あの恐怖感じてるんじゃないかなと思いますんで、はい、まあ、この後なんか防具を用意するようなことがあればそれもあの防具購入記念として購入記念出そうかなと。なるほど、はい、なるほどなるほど、それちょっと楽しみですねえ、提案があります。木村の顔が下ネタなのでモザイク入れましょうって言われますよね。いやー、はい、しようかなと思ってますよね。はい、あの右から一応コメントね、流れてますんで、ね、あ、そうなんですね、はい、見えますね、コメントがちゃんと見えますよ、今日はね。あ、見やすいですね、いいですね。はい、JP さん、大喜利始めましょう。木村主任が出ると、コメの伸びがすごいねって言われて、ね、ありがとうございます。お肌チルチルね、はいはいはい、今週の萌えちゃん情報、何かありますか。いや、今週の萌えちゃん情報、今週の萌えちゃん情報ね、いや、今週の萌えちゃん情報、正月どうだったんですか？どこ行かれたりしたんですか？実家に帰られたとか？あ、そうですね、奈良の方に、例のごとく、あ、一緒に、はい、はい、初詣とか一緒に行かれたりしたんですか？あ、初詣はね、行きましたけれども、はい、並ぶのが無理ということでひたすら鹿を追っかけてましたね、はい、並ぶの無理ってか、はい、タクシーでね、うん、奈良公園まで行ったんですけれども、はい、まあ、駅からはい、そのタクシーの運転手さんが結構夕方やったんですけども、はいはいはい、まあ、この時間になったらもう鹿大体山の方帰ってるで、まあまあまあそうよね、はい、うん、夜、はい、夜だったらね帰りますからね、はいはい、もちろん山の方行きましたから我々正月そうそう鹿を追っかけて、はい、皆さん奈良公園って分かってます山の方言うて何もないですから、何もない、あそこから、はい、山手行くと何もないからね何もない何もないからね、ずん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 進んでいきましたよ我々は正しくは追い求めてどこに参ってんだと、さすがやなこれいやいやいや、ほんでもしかもおらへんし、鹿せんべいもなんかもう750円分買うてますからなんでそんなパンパンのやつ買うてんの、はい、帰ってから猫にやってましたからねあれでしょ、袋でめっちゃ入ってるやつでしょ、750円ってね、はい、ね、木村さん、選手テテと一緒にいたアラビアンナイトは楽しかったですかとか言われますよね、動揺の仕方が半端ないな、キムキムクラミジアの件詳しく、いや、クラミジアの件ね、懐かしのネタですね、これね、もう1年強経ってるじゃないですかだいぶ経ってますけどね、さすがに金残ってないですよね、はい、てか新年なのになんでふんどしじゃないんですかってね、いや、そうなんですよ、ふんどしね、ふんどし出るんやったらふんどし用意したんですけどねただちょっとふんどしより今ちょっとは今ちょっと入れ替えでねそう入れ替えでさすがにふんどしはないと思う、はい、ちょっと僕ズボンの方がですね、はい、パッカン割れてるんですよ今、わかんからまさに、え、マジで、いや、もうちょっと見てください、これマジで、ほらほらほら割れてるじゃん、ね、あかんがな、いや、だからもうコンディションとしては本当に最悪最悪ですね、今ちょうどバロン木村っていう文字、はい、文字がかぶってたんで映さなくてよかったんですけどね、これ割れてるところがね、はい、あ、ここねそう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 、ちょうどいいところに、ね、そう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 、いや、隠れてましたからよかったですけど、ね、危なかったですね、もう完全にもう新年早々ね大事故になるところでしたけどね、はい、いや、バロンサードロープブロックに書いておいたらね、持ち番は今年出ないんですかって言われてますから、ね、持ち番出ますよ、はい、持ち番が出なくなった理由なんですけども、はいはいはい、正月にならないと頭の持ちが手に入らないんですよ、
あの餅の置物あるじゃないですか。ああはいはいはい、あれあの前回処分してしまいまして、はいはいはい、であの餅まんが出れなくなったんですよ。なるほどなるほど、はい、それがないとちょっと餅まんとしては完成形にならないと。そうですね、餅がないとのに餅まんってそれはとは言えないと、さすがに皆さんをバカにしてるんじゃないかとなってしまいますけど、ね、なるほどね、はいはい、ただ今年しっかり手に入れましたから餅の。あ、それ大丈夫、はい、ああ大丈夫、だからあの次回必ず、はい、え、次回次回いつだいつになるんだ次回、あ、いや次回、いや次回、次回あればじゃあ次回もちろん次回、はい、あればね、はいはい、上山でいいですか餌食になった、餌食になったぞまたここで、はい、理由は防具を用意しないからです。ああなるほど、はい、それをもう引き合い出して、ね、いい加減用意せえと、はい、いうところですかね、はい、今日五段さんいるんですかというコメント来てますけど、ね、あ、五段さんいますよ。あ、なんでこの後多分五段さんにチェンジするんじゃないですか。なるほど、はい、なんでここら辺 JP さんも見といてくださいね、はいはい、通りかかった瞬間にチェンジって言いますので、はい、分かりました、はいはい、木村ファンね、ファン感謝祭と聞いておりますけどね、お題萌えちゃんが突然実家に帰った理由は、なんでお題いっぱい来てんなこれ、はい、萌えちゃんがとんでもない料理出してきました、どんな料理ですかとかね。いや結構出してきますからねあ、実際に出してくるんや。実際に出してきますね金魚買ってあげていいよ、木村前歯ないよ、ね、大君が降格しました、なんでしょうとかね、はい、大喜利のお題が答えづらいんですよね。そう、だいぶ答えづらいって言ってますからね上司ですから僕からしたらね、うん、クラミジャの件は言ったからね、はい、そうですね、クラミジャの件はもう、はいはい、キムキムって実家あるんですか。え、ありますよ。あるがな、誰でもあるでしょそれは実家はあ、でもね、木村が今年を見れて嬉しいなってコメントも言ってますよこれ。いやー、はい、おめでたいですね、ありがとうございます。鹿の里の里帰りしたのでうまいこと言うね元々鹿の女王ですからね、あの子はね。そうですね、はい、バロに今大喜利ネタ考えながら喋りつないでるやつバレましたバレましたねえ、はい、萌えちゃんが鹿の女王になりました、どうしてって、もうすでになってますからね、これね。そうですね、はい、あの人はね、はい、おい木村早く答えてよ。いや、ね、どのお題を答えればいいのかっていうところねいっぱいありますからね、はい、お題木村カードプレミアムの使い道と、それだけは私が答えましょう。分かりませんと。分かりません何ですかそれは。さすが鹿の女王ですね。で、木村主任月一でもずっと出てないって言われてますけどね。あ、そうですね、はい、でも出れるタイミングがあればね、それはもちろん出たいなと思ってますので、はい、はい、川口博士探検隊か何かか本当何もあ、去年同じことしたって方いらっしゃいますよ多分。鹿追っかけてっていうのは本当あります。いやでもないね。あ、もしかしたらでもそれやったら萌えちゃんの元カレかもしれません、ね、元カレ、はい、去年同じこと言われてますけどねキムキムお誕生日おめでとうってね、木村クラミジアの王になりました、なぜですかって、どういうことで、クラミジアの王の意味が分からんけど、ね、そうですね、はい、もう王引退してますからね、うん、なってたとして、はい、並ぶの無理っていうのは女王様降臨やなって言われてますけどね、はい、キムキムエレキバンの効き目どうですかって、股間エレキバンもう最近ないんですか。ないですけれども、はい、よく覚えてますね、さすがに市長さんとかもねいやー、よう覚えてますね。いや、だってこれめっちゃ有名になりましたわ、はい、股間エレキバンの股間ビガンローラーね。いや、ほんとにね美容グッズをすぐ試しちゃいますのでしかも人の股間で試すっていうね、はい、もう染みるやつばっかりですからねはい、ねえ、ふんどしでの接客楽しみにしています。入れ替えなかったら持ち、まあ、入れ替えがなかったら持ちまんだったんでしょうってね。ああ、そうなんですよね、はい、持ちまんやったんですね。あれ平井が意外しくね、赤ふんどしじゃなかったって言われてますけどね。あ、はい、それは譲りますよ、はい、譲る、はい、あ、それは全然譲っていくパターンですね。ただ、はい、皆さん僕最初の方白ふんどしやった覚えてますかね、わかりませんかね。最初ってそうでしたっけ。はい、白ふんどしやったんですよ、はい、で途中からドラえもん店長に、はい、赤ふんどしを授与されまして赤ふんどしだったんですけどもはい、授与されたんですね、はい、白ふんどしは僕 の, 手作りでしたので、はい、いつでも白ふんどしでよければ作れますので。あ、なるほど、作るんかいな、はい、お手製なんですね、はい、すぐ作れます、とにかく明るい木村さん、台の入れ替えの全裸ポーズお願いします。ズボンなんで割れたんですか。今やったらね、はい、肌色が見えるんであ、ズボンでね、はいはいはい、私 の, 初日の出状態になりますのでそれの、ね、ここで初日の出いらない、ここで初日の出いらない、なりますんで、はい、萌えちゃんを帰宅したら おつくろいですねって言われてますけどね。そうですね、ズボン塗ってもらうとダメですね。ズボンやっぱりあれですか、こう持ち上げるときにこうまた割るからですか。いや、そうなんですよ。いや、結構ね、パチンコ屋さん多いですよ。いや、わかります、はい、だ僕も実際、はい、スウェットとか僕、はい、家の方に実機持ってるんで、はいはい、持ち上げたりするときに、はい、あってなったときは なるでしょ。なります、これはなります。いや、絶対に腰を入れて持たないと、はい、腕とかだけだったらダメなんで、ね、足の力絶対いるんで、はい、いや僕の体型でこれですから、はい、割れるわけですから、はい、テッテとかすごいですよそこでテッテさん出すんや、はい、見てますかね、テッテ見てますかね多分彼相当割れてると思いますね
ズボンの特にスラックス系がね、はい、伸びきかないんでね。いやもう手ってなんか特にね、ピタッとしたやつ履きたがるんで、はい、ピタッとやつ履きたがるんで、もうダメですやん、それダメですやんって言うてるのに、ピタッとやつ多分憧れるんでしょうね。やっぱりね、はい、足細く見せたいんでしょうね。相当割れてますからね。じゃあ入れ替えの時もね、いろいろと苦労されてまうかもしれませんけどもね。ズボンも入れ替えてるんでしょうね。はい、ね、はい、あ、次回はチョコマンですよねってね、配信会でも笑いを取ってるんで、さすがに分かりますからね。メロンパンはメロンないしいけるやろ、次回はあるのか、ね、明日ってね。いや、木村がいいです。木村カードマン出ないんですか、木村持ちマンが見たいですね。持ちマンね、持ちマンやりましょうね。あ、またね、はい、もうずいぶんやりそびれてますからね。、はい、来月もやってねって、木村ファン感謝祭と聞いて、平井にさせようって言われてますけどね。キムキムに毎週会いたいってこと、ね、コメントも来てますけど、ね、いや嬉しいです ね、はい、ありがたい。上山よりは木村がやって、 JP さん青いずる用意しといてってね、エガリスクも捕まえてって言われてますけど、ね、いやそうです、捕まえますよ。ただちょっとさっきからね、はい、次の順番的に多分はい、5段かなと思ってるんですけ ど、 なるほど、今狙ってるんですね、はい、なかなかさっきからもう荒木がもう行ったり来たりですよ。佐藤町やのに荒木が行ったり来たりしてるから。はい、はい、ねえ、お題ベスカの悪口を言ってください。だいぶ答えづらいお題来てるな、これ。もうそれお題やった瞬間に僕落ちますよね。間違いなくね、落とされます。大喜利エレキバンの正しい使い方とは、結構鶴見店行ってるんだけど、ホールであんまり見かけへんな、残念ってコメント来てますけどね。え、僕ガンガンいますよ。よう、ね、出てはれますけどね、木村翔にね。走り回ってますけどね。ひょっとしたらね、来られてる時間でちょっと合わないのかもしれないですけどもね、はい、結構遅番でね、走り回ってますよね、木村翔にはね。はい、はい、ね、クラミジアの件えらい聞きたかった人いますけどもね。そうですね、クラミジア、あ、でもクラミジアなったことないんでしょうね、これ聞く方っていうのは。ああ、なるほどね、苦しみは一度なってみたらいいですよ。苦しみを一度味わえと。でも本当にね、はい、本当に TOKIO 永瀬君の CM 見ましたか。木村カード持ってるでって言われてますけどね。あ、そうなんですか。TOKIO の永瀬君が持ってんねや、めっちゃ有名やんそれ。あんな男前な男が木村カード1メートル四方の1メートル四方のカード。ちょっと CM 見よう、うん、そうですね、それだったら誰でもいいですよね、多分ね。木村カードのアピールやったら、ね、お題久しぶりに実家に帰った翔太郎見たマリコが言った驚きの一言とはって言われたんですけどね。はい、うん、お題木村が店長になれないのは誰でしょうって、そういうこと言うたら、やめてもらって、正月から新年なんで、裕次郎に明けおめで伝えといてって言われてますけどね、細長くなりそうですね、はい、JP さんが JK と付き合い抱きしました、なぜでしょうって言われてますけど、ね、でもそれもお金のやり取りがあったとしか思えないで、待てやおい、待てや。これはお金のやり取りあったでしょう、はい、うん、木村お願いがあるんだけど、アイスバケツしてくれないと。もちろん冬に、まあ、前やりましたけどね。正々堂々と、はい、お願いしてくれ精神がわからない。、うん、アイスバケツしてくれない。イエスと言うとでも。あれほんまに死にますから、あれ本当に。いやいやいや、ね、本当にあれきついですからね。、はい、こういう場合やるのね。いや、あれってしかも寄付とかやるね、チャリティーのやつやったじゃないですか。そうそうそう、もともとはね、はいはい、我々やって笑いが欲しいがためにやってたじゃないですか。そう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 、あれ本当に危険やと思いますよ。ある意味ちょっと筋違いとかもありますからね、はい、本来の目的とかね、はい、はい、うん、大仏の格好してる時白だったんで、ふんどしですからね、これはね。いや、覚えてらっしゃいますね、前半から見てくれてらっしゃる方ですね。そうですね、ありがたいですね。萌ちゃんは鹿の女王ですが、バロン木村は何の代表ですかって、これ鹿の王様ですよね。まあ、そうですね、鹿の、あ、来ましたよ、サンタ。お待たせしました。交代の時間がやってきたようですね。ああ、そうですか。あ、というわけでちょっとね、ごめんなさい、はい、コメントね、後でまたお渡ししておきますんでね、はいはい、これなんか交代するときに何かあるんですか。はい、いや特にはないですけど、はい、皆さん何かいりますか。はい、いや別に、いや、ないならいい。ないならいい。いや、じゃあ、はい、この目の前にね、粉ございますんで、大喜利のね、お題をね、答えてなかったということですんで、じゃあ、はい、どうぞ。一吸いどうですか。はい。はい。あ、大喜利失敗して、大喜利して失敗したら飲まそうって言われてますから。いや、もう意味ないやん。やるんやろ、どうせ。もうそれやったらもう大喜利やらずやるよ、それ。ああ、そう、じゃあもうそうですか。もう結果一山やって。はい、じゃあ行きましょう。はい、弾幕欲しいって来てるんですけど。何弾幕や。何弾幕や。はい。RG はあるんです、いるでしょって、ね。行きますか、もうちょっとマイク置いておきますね。音声がいらんでしょ。はい、よいしょ。はい、3、2、1、9。
マイクが大丈夫木村さん粉粉粉粉ってねはい、新年の初世お疲れ様って言われてますけどね、はい、今、はい、僕の目線の先には、はい、まあ映ってないですけどね、はい、佐藤がいます緑の粉入ったのはい、というわけでお疲れ様でした、ありがとうございます。お疲れ様でした、良いお年を皆さん、はい、良いお年をね、はい、粉もんこれは鉄板やなって言われてますけどね。じゃあ次の方行きましょう。いやーね、わざわざ出ていただいてこう心苦しいでございます。お疲れ様でした、ありがとうございます。じゃあどうぞ。どうもどうもどうも、キムキムバイバイって言われてますからね。はい、というわけで佐藤のご覧さんです、お久しぶりです。どうも、あけましておめでとうございます。どうぞ今年もよろしくと言いたいことお願いしますけどもね、はい、はい、いやーどうでしたか、新年明けてだいぶとお忙しかったと思いますけども、ね、はい、正月はどうでした、実家と帰られたんですか。いやもうずっとここですね。あ、ずっとここへ、はい、あ、いてはったということですね、はい、はい、JP さんの笑っていいと思うみたいになって、ほんまにその立ち位置がこうやってもね完全にいいと思うやもんね、これね、はい、アミバ佐藤って言われてますけど、夏からアミバ佐藤やりましたね、懐かしいですね、もうね、そうですね、わざわざ東大阪の店舗まで行ってコスプレを2回するというねあれでしたけどね、はい、あ、上半身筋肉すごいね、さすがこの辺もう見られてる方見られてますね、はい、これね、ありがとうございます、はい、もしやっぱ作業ね、今大思いのちょっと今ね運んで入りましたから、はい、手間真っ黒ですからね、もうね、大変ですよね、本当にね、枠にこうはめて、ね、ちゃんと固定してってのありますから、髪切ったって言われてますけどね、あ、髪切りました、はい、はい、髪切りましたね、うん、早く剣道してください、そして木村芝居てくださいって言われてますけどね、はい、なんかダディの部屋みたいって言われてますけどね、髪切った、セーラー服佐藤って言われてね、女装しないとストライク佐藤さんって言われてますけどね、みんなよう覚えてるね、本当にね、すごい、こうこんな感じでコメントこう、あ、そうです、こうやって見れるんですよ、出てくるんですね、はい、あの実際あの右の方が、あの左上がもうすぐこのカメラから直で来てる映像で、はい、右側がコメント含めたその実際にあの流れてる映像ですね、実際配信するときは僕はこうやってやってるのをそのまま、はい、今こっちに映してます、はいはい、まだ6段ならないの言われてるよ、言われてるよ、佐藤さん、いやでもあれですよね、もうなんかもうすぐっていう話でお聞きしてたんですけど、はい、ちょっと去年ね、はい、1回落ちましたので、そうですよね、はい、なんか惜しかったとかっていうのは惜しい感覚は僕分かんないんですけど、はい、いやでもね、あの佐藤さんとお会いしてね、はい、改めてね、その剣道っていうスポーツを見るようになったんですよ、はい、あ、本当ですか、っていうかね、うん、あの以前全日本はいはい、はい、やってたんですよ、あの某国営放送で、はい、結構な時間かけてやってた、生放送ずっと見てたんですけど、はい、だって実際に5段6段の方が、はい、あのトーナメント上がってきてるわけじゃないですか。そうですね、もうあの方たちはね強いですね。いや強いですけど、強いです、同等なわけでしょ言うたら。いや、まあ昇段審査ははい、まあまあ基本とかいうか、まあ強さ以前に、はい、なんて言ったらいいですかね、ある程度こうできたらできる、受かるんですけども、はい、まあまあけど、まあ、3段からは結構厳しくなりますね。いやでもその人たちとね、その団員的に言うと、まあ並んではるわけやから、はい、いやすごい人と僕手合わせしてもらったんやなと思いますけどねあの時はね、はい、玉龍旗って知ってます？あ、玉龍旗、はい、知ってます。出たことありますかってコメント来てますけど、はい、出ました出ました。あ、出ましたか、はい、これはどういうトーナメントなんですか？これはトーナメントですか、もしくは団体戦？団体戦です。団体戦の、はい、高校生の大会で、うん、もうインターハイと並ぶぐらい大きい大会ですね。はあはあはあ、はあ、そうです、なるほどね、はい、今佐藤さん既婚者、既婚者ですか？いや結婚してません。結婚してないんですよね、はい、カモさんはいてはるんですよね確かね。一応いますね。一応ってどういうことだよね一緒にあれ初詣とか行かなかったんですか？初詣まだ行ってないんです。あ、行ってない、はい、そうか、お仕事の方でお忙しかったのか。そうです。あ、じゃあまたねゆっくりされてから彼女とね、まあもうすぐあのエベスさんもありますからね。そうですね、はい、ね、一応わらわらってね、あの防具外すの面白かったからまたしてやって言われてますけどね、はい、今度はバロン木村の喉にドンしてねって言われて、喉つきはちょっとね強烈ですからねあれね。そうですね、うん、何歳ですかって言われて、あ、知らない方いらっしゃるのかな、おいくつですか今？今今年、いや、じゃあ今年29ですね。29に、はい、いう形でございますね。そうです、はい、もうぼちぼち適齢かと思いますけどもね、はい、もうドドドンって言われてますよね。もう笑っていいともしか見えない
もういいとも形式で行こうか今後これ。そうです、ね、どうで僕ね最初ねこの形式じゃなくて、はい、いやほんまにピンで40分間ずっと一人で喋り続けてたんですよもうようやくね相手が来てくれて助かったっていうことですけどね、はい、うん、彼女の名前何やったっけ、ゆきこだっけって言われてますけどね違う、それは違うね、なんかいろいろ根掘り葉掘り聞かれてましたね、そういう放送でね。そうですね、うん、まだ剣道やってたんやってことで、すごいね、あのずっと小さい頃からでしたっけ剣道されてたの。そうです、そうですよね、3歳からですね、はい、うん、では次のお友達よって言っていただいてますけどそれ完全にだからいいともやって、もう今はなきいいともやからね、はい、高子ね、今日のお土産はって言われてますけど、それ完全にあれやな、別番組になってるな、これ、そう、鶴見従業員のはって言われてますけどね、懐かしいね、これ、あのいい友の、はい、僕がガキンチョの頃にやってたやつですね、友達の友達はみんな友達だってね、はい、みんなでつなげよう、友達のはっていうのをやって、CM 入るっていうのが昔だったんですよ、はい、いい友はね、はい、佐藤さん、お土産持ってこないと、JP 告知のポスター、後ろに貼らせないと、おい、俺貼っといてってね、後ろにこうやって貼るやつですよね、いいとものね、はい、見てた方は分かるかと思いますけど、でももういいともなくなってだいぶ経ちますけど、みんないいともよう覚えてるね、本当にね、そうですね、うん、エガリスクに電話して来てくれるから聞いてみようと、エガリスクさん、今日あの今いますからね、いますね、いますからね、います、います、はい、うん、うん、JP、電報読むの忘れてるで、あ、電報ね、はいはいはい。あの何々さんから電報があってね、ありましたね。お、山本健太知ってますか？知ってますよ。お、これは、これ多分長崎の方ですかね。はい、山本健太。山本健太知ってます、知ってます。それは何で有名な方なんですか？かなりお強い方ですね、山本健太って結構有名な、剣道の方で、剣道の方ですね。へー、そうなんですね、はい、そうですね、え、あの、もうある程度の強い方の名前は、え、幼馴染、っていうことは僕の2個上になりますね。ああ、なるほどなるほど、はい、あ、まあちょっと年齢前後してるかもしれないですけどね、あの、幼馴染っていうこと、そうなんや。 JP がタウンしか、じゃあグラサン、グラサン今度持ってこようか土入りグラサン持ってるから持ってこようか、うん、うん、安産祈願してた。なんで安産祈願なのかよくわからないけどね、はい、いやいや、そうか、いや、いや、もうなんかこう意外なところで繋がりますね。そうですね、はい、今年のなんか目標みたいなのあるんですか、佐藤さん。今年はそうですね、ちょっと親孝行を、これもうガチでしようかなと。ほう、はい、ようやくあれですか、お仕事も慣れ始めて、まあ以前はね、入られて間もないっていう形でこの貴子さん出ましたけど、もうやっぱり時間経ってある程度、そうですね、ね、仕事の方でも、はい、慣れてきたというところもあって、まあね、そうですね、はい、木村翔太郎してますから、ね、さっきおったから、ここおったから、さっきこのあれ、今手ついたけど、緑の粉吐いたから、他人です、うん、それ見てもアットホームな感じがするねということで、いや、皆さん本当にね、うん、はい、あの、ここのスタッフさんは皆さん仲がいいというか、こう、和気あいあいとやられてるなって感じですけどね、木村さんとはどういうつながりですかね、あの、テレフォンショッキングがないからね、これね、はい、上司ですね、上司ですね、はい、うん、親孝行は結婚して孫の顔見せるとかって言われてますけど、どうなんですか、結婚まだ考えてないんですか、彼女さんとは。微妙ですね。あ、まだまだまだそこまで意識するまでいかない、はい、まあ、まあちょっとあのね、旅行とかに連れてってあげたいなと思いましたね。あー、なるほどね、はい、なるほどなるほど、木村さんの嫌いなとこ教えて。そんなんね、放送で言えることと言えないことってあるわけですよ、皆さんちゃんとね、分かっといてね、それはね、やらせですかというわけですよね。まだ佐藤の子供は女遊びしたよねって言われてますけど、どうですか、若い頃結構やんちゃしました？いやー、そうですね、大学の時とかはもう結構やんちゃした、はい。まあ遊びたい盛りやもんね、はい、大学とかでね、縛られるからね。そうですね、はい、彼女はこの放送見てる可能性はありますかって言われて、いや、ないです、ないです。あ、それはない、はい、まあ、この放送やってるってことは全然言ってないってことですかね。そうですね、なるほど、はい、ね、アルタの雰囲気はどうですかって、それはどうだか、いいともや言うてるのにね、お題、木村に剣道勝負を仕掛けた理由とはって大喜利始まりましたけどね、五段にはあと2人嫌いないといけない女の影がとかね、勝手に妄想しないでくださいね、これね、はい、付き合ってどのぐらいですかって言われてますけど、いや、付き合ってまだ1年、そうですね、1年ぐらいです。あ、1年ぐらい、はい、あ、1年か、もうぼちぼち落ち着いた感じですか、もう付き合い始めて、ね、そうですね、はい、すごいですね、みんな、いや本当にね、正直言うと、はい、普段台打ってる時よりかコメントが来てるのがね
もうトークで行くか今後、ね、僕のネタが尽きるからね正直言ってね、それはね、うん、彼女と結婚しないといけなくなったその理由とは、だから大喜利の流れから、うん、明日切りてくれるかな、いいと思うじゃないからね、 CM 入らないからね、音楽流したらあれまた訴えられるからやめときますけどね、はい、うん、最初に出た時いなかったよね、あ、いなかったです、あ、そうか、はい、一番最初はいなかったですね、あー、そうか、ニココさん出られた時はいないっていう話で、そこから後でできたということだ、はい、なるほどね、うん、付き合って3ヶ月で妊娠して半年で結婚した、早いな、スピード婚やね、うん、夜は彼女をつきまくってるね、下世話やな自分、うん、そうですね、下ネタじゃない、もう一週、もう時間が時間やからね、もう1時半、1時、もう90分経ったんか、早いな、去年の12月に五段を見たって言われてますけどね、今来ました JP 先生、佐藤さんこんばんはと、佐藤さん相変わらずかっこいいねと言われてますけどね、いや、ありがとうございます、さあさあ久々にね出られてますけども、こちらもそう、はい、佐藤さん教えておきます、結婚は墓場ですよって言われてますけどね、友達にも言われましたね、あ、その友達はもう結婚してる、結婚してます、やっぱり結婚するといろいろ制約がね出てくるというところもありますからね、はい、まあまあまあそれはね、はい、まあ僕はその悩みは一切ないと思いますけどもね、はい、いやいやこうやって自分を貶めといたら大丈夫なんですよ僕はね、はい、大丈夫です、彼女とはどこで知り合ったんですかってことですけど、はい、ですね、彼女元スタッフですね、あ、こちらの、はい、あ、そうなんですか、そうなんです、今は元なんで今はおられないということですかね、はい、なるほどね、ね、コラコラって言われてますけどね、警察になりたかったんですかって言われてますけど、そうですそうです、あ、剣道やってはったって、はい、まあ、大阪府警強いですもんね、そうですね、あそこは警察、そうですね、警察官の勉強しながらここで最初アルバイトやってます、ああ、最初アルバイトスタッフという形でこちら来られて、で、その、あの傍ら、はい、警察官になるための勉強もしてはったと、はい、ああそういうことなんですね、うん、あ、子供にも剣道させたいって言われてますけどね、させたいですね、あ、はい、男の子なら、あ、男の子なら、はい、ぜひやらせてみて、ぜひやらせてみて、なるほどなるほど、あ、先それでも結婚7年経ちましたってことですごいね、そうですね、五段はいいパパになるよって言われてますね、ありがとうございます、はい、あの子ひれやねって言われてますけどね、どういうことかなこれは結婚すると離婚ができますよ、そう、あの現高井田店長のムック店長はね、これはねあの方はもう自分のことをネタにするのが大好きなんで、はい、あの名言を残されましたね、ニコ生で、結婚すると子供、あの離婚ができると、はい、謎 の、 あの名言を残されたっていうのがありましたけどね、はい、神戸の店長で AT フィールド片井店長がいるので彼女の作り方伝授してやってって言われてます、これあれですね、あの神戸中央 の、 あの、はい、ハード森店長ですね、あのだいぶと女性と話するときはあの AT フィールド全開になるらしいんで、はい、はい、なんかこうあれありますか、あのこう女の子に気軽に声かけたのどっちだったんですか、いや声かけたのは、はい、いや声かけたというかもともと店で働いてるときは喋、はい、ったことなかったんですね、え、一言もほんまに、はい、本当なかったですね、でこの知り合いを通じて、うん、こう何人かで遊ぶようになって、うん、でそこからですかね、へえ、はい、あ、そこでようやく会話っていうか、そうです、それがなったんですね、なったわけです、へえ、はい、なんかあれですね、普通になんかこう店舗内でっていうわけではなかったんや、そうですね、なるほどね、ああ、年齢もあるから仕方ないよってね、結婚離婚ネタにするは貴公のテンプレって言われてますけど、いやいやいや、うん、佐藤さん、そうそう、エガリスクに電話をって言われてます、エガリスクって電話出てくれるかなって言われてますけどね、だからそれはいいともや言うてるんで、結婚が墓場ではなく子供ができると嫁が強くなるイコール墓場ですっていう、あれですね、深い言葉が来ましたね、これはね、でもね、あの子供さんできるとやっぱりその中、あの今までこう、なんていうかな、仲が悪かったのが急に良くなるっていう話も聞きますけどね、いわゆる子はかすがいっていうのはありますけどね、はいはい、うん、あの子でしょ、あの子ですよって言われてますけど、あなた一人で会話してるけどね、ID 一緒だけどね、うん、確かにうちも私の方が強い、あ、奥様の方が強いということですか、はい、女はね、守るのができると強くなるんだよと、いざとなったら旦那すくてるぐらいにねって言われてますけど、怖い怖い怖い、怖いね、この言葉はちょっと怖いね、今日は豆いるんですかって、あの今日はあの鶴見店単独の配信でございますので、東大阪店のスタッフがいらっしゃいません、大変申し訳ございませんけどね、はい、あの子ですねっていうね、これは増刊号ですか、増刊号、日曜の朝か、いいとも増刊号は何かか、うん、
あ、子供2人いるけど今でも仲良しですよって言われてますけど、いやいいですね、家庭円満が何よりございますけども。そうですね、やっぱ子供、やっぱちっちゃい時が一番大変なんですかね。いやでもね、はい、可愛い盛り、まあ手かかるけどやっぱり可愛いらしいですよ。やっぱり喋って、はい、あのいろいろ生意気言い出すと、はい、だんだんイラッとするってうちの姉が言ってました。あ う, です、ね、うちの姉もすでに3人いるんで、大変ですけどね。嫁に俺と子供を溺れたらどっち助けるって言ったら、子供ってあっさりと答えられるよねって言われてますけど。まあまあ子供さんがねいてはるとかそういうもんかもしれません。小さい時は可愛いって言われてね、はい、歩いてる時に手をギュッて握られたら萌えってなるよって言われてますよね。じゃあ一旦ここで CM って言われてますけど。はい、CM 開けました。はい、こういう形でありますね。はい、はい、はい、こんな感じです。はい、よし、一旦 CM って言われたんでね、CM 入れてみました。はい、ほんまに入れんなって言われてますけどね。はい、うん、ね、確かに CM。そしたらお友達よって言われてます。これがもうね、いいとも定番パターンですけどね。はい、ね、警察官を挙げられた身を差し支えなければ教えてくださいって言われてますけど。そうですね、まあ、年齢も年齢的なものもあって、うん、で、あと、年齢ってなんかあるんですか、ある程度っていうか。一応30まで受けれるんですけど、はいはいはい、あ、公務員ですからね、確かね。はいはいはい、はい、で、まあまあいろいろ考えた時に、まあ、もうちょっとそうですね、もうええかと。いや本当ぶっちゃけ言ったらもうええかと、もうええかと、もうええかとなっちゃったのか。そうですね、なるほどね。はい、うん、あ、夜中にキコちゃん見えるのがストレス発散って方もいらっしゃいますけどね。はい、嬉しいですね。うん、CM 入れたから友達に電話してって言われたんですよね。そろそろ友達、まあ公務員って確かにあの年齢制限っていうのもねいろいろとありますし、はい、うん、まあね、まだチャンスあるよって言われてますけどね。はい、では粉の時間って言われてますけどね。あ、みんな粉のこと覚えてたのか、こんな楽しいトークをしていただいたので僕はちょっとあれだな、忍びないなって思ってるんですけどね。はい、粉、うん、粉ってこれね、わかります。あ、はい、はい、あ、じゃあ、あ、ちょうどね、あの新しい方、はい、カマワインよって言われてますけどね、白バイ隊員憧れますよねって言われてますけどね。かっこいいですね。じゃあ最後にね、ちょっと一吸いしていただいて、あの新春のね、健康にいいという形ですので、じゃあ粉のまま、はい、吸っていただければと思います。これは何の粉なんでしょう。これですか、はい、青汁です。おいおい途中で来た人がチャチャを入れ始めました。はい、大工もこなすぞって言われたんですけどね。はい、じゃあ行きましょうか。ちょっとじゃあいただきます、ね。はい、じゃあ勢いよく吸ってねって言われてますよね。はい、はい、ちょっとマイク置きます。はい、マイク置いてください。はい、行きましょう。3、2、1、9。拭いた。いや無理やろ、それは。すごいな、口の中全部緑になってる。はい、というわけで佐藤のこだまさんでした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。すんません、ありがとうございます。もう台無しって言われてますけどね。はい、あ、来た来た、次の、あ、次の方。あ、ゲストいらっしゃった。はい、じゃあ来ていただきましょうか。どうぞ、よろしくお願いします。出た毒斬りって言われてますけどね。あ、まだか、ちょっと準備中ですんでね。うん、入れ替えの時って大工何してるのって言われてますけどね。一緒に作業されてますよね。もちろんですよ。はい、もちろん大変大量、わらわらまたねってね。はい、これこれってね、はい、佐藤さんお疲れ様でしたって言われてますよね。いやね、僕うるさいから、はいはいはい、多分みんな僕おらん方がいいんですよね。何言ってるんですか店長。はい、一旦 CM でーすって言われてますけどね。さっきからこの位置取りが全部あのいいともに見えるって言われてましたね。はい、というわけで久々の登場ですね。はい、じゃあマイク渡しましょうか。はい、はい、というわけでお久しぶりでございます。お久しぶりです。はい、江頭社員こと、江がりすくさんでございます。はい、もう今は副主任になってね。そうです、もう副主任になって。副主任に上がりましたか。おめでとうございます。おめでとうございます。パチパチパチって言われてますけどね。木村の後継者後継者、はい、まで行っちゃいますかこれ。行きますよね、はい、あのチャラさが
ウリの。いやいやいや、もうこんだけ髪の毛爽やかでデコラしてるのもう。え、ね、誰が出たんですか？もう最後ぐらい。今出られたのは、はい、木村主任が出て、佐藤の五段さんが出て、はいはいはい、で今猪狩スクさんですね。はい。荒木福まだないよね、うん。エセリスク副主任おめえって言われてますけどね。はい、上司いるとうるさいから、ね。どのエセリスクって。はい、どういうことやろねこれね。多分前あれ一遍やってもらったじゃないですか。あれで。あの設定カバー外したのが散々言われてましたけどどうでした？ あれはあれちょっとやばかったですね。バジルスク1を、うん、まさか6って言ってるね。ってしまうっていう。嘘やん、珍しいやん、外すそれなんて。バジリスクこんだけ好きやのに外してしまうっていう。1と6ってもう上から下やん、もうなんか、うん、なんかねえ、なんか4と6とか5と6間違えたとかで分かるけど、いやそうなんもう常に1を打ってたみたいな常に1を分回して、うわーこれ6やーっていやもうすぐ出まされる。いやあれはある意味すごかったですけどね。はい、いやなんかずっと、まあ、相変わらずなんかさっき店長に聞いたら、はい、ずっとバジリスク売ってるって話をお聞きしましたけど、今はね、バジリスクはちょっとガルパンも好き。あ、ガルパンも行っちゃった。ガルパンもやばいですね。あ、やばい、どの辺が。いやもう、あの筐体とか、はい、こう何回も押せるんですよね。あのプッシュのもね、パネルスタンドパネルのところね、はい、出てきますけど、そこそこ続くっていう楽しさ。わかります、わかります。あのこうガツンとこう伸びるんじゃないけど、こう来る形ね、細切れでもね、わかりますわかります。はい、バジリスクみたいな感じで出るんですよね。ああ、なるほどなるほど、細かくみたいな。そうですね、あのゲーム性としては、まあ出方としては似てるところあるかもしれませんね、これね。ガールズ&江頭的なのね。あパンツァの代わりにあれですか、戦車じゃなくて江頭スクさんちゃう。はい、5年復讐にならないようにねって言われたんですけどね。エガリスクさんは大君をどう思ってますかって言われたんですけどね。マイクの持ち方が最高にチャラいって言われてますけど。どこのホストで働いてたの？いや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 。エガリスクはチャラいなって。次にやってくる人もっとすごいですから、もう。あ、そうなんですか？もっとすごい。あ、次の方はもっとすごい。僕の10倍はチャラいですからね。ガセリスク、ウソリスク、ニセリスク。次なのどうぞ。いや全部やばいよ。うん、エグザイル歌いそうな風貌ですねって言われてますけど、歌う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 、そうですね、ちょっと歌います。あ、歌う、やっぱり歌うんや。うん、カラオケで女にモテたくてそんなマイクの持ち方してそうって言われてますけどね。いや、はい、もう普通ですよ、もうマイクはこう、あ、ね、こう、こうやって持ってる下、マイクの上の部分かぶせるんじゃなくて、はい、エガリスク VS コマコマが見たいってね。エガリスクが副主任になるために店長とキミグラに金額渡した金額は総額いくらやとか言われてますけどね。そんなことしないよ。まあまあでかいね、まあまあでかい、ほらまた乗ってく、店長乗ってくし、まあ、まあもう何回おごったかと。そつけや、なんか俺らがあかんみたいや、それ何回おごったかって。一回もそんなおごってもらってないわ。思いっきり晴れですね。あの乗せて反撃しに行きましたね、今ね。すごいな、何回おごったかって。その返しで来ると僕思わんかった、うん、店長のネタのかと言われますけどね。はい、もちろんですね。自分ではいけてると思ってるけど、実際にはそれほどでもないとか言われますけどね。めちゃ言われてる、うん、ちょっと、うん、やばいよ。乗せて遅すイケメンとか言われた、大君ってことですよね。店長と寝てたのか。ではお題ですけども、エガリスクは改名しました、どんな名前ですかって言われてますけど、あ、どうですか、ぼちぼちこのエガリスクっていう名前変えるっていうのはありますか、選択肢として。選択肢として、あ、いや、まだバジリスク好きなの。まだバジリスク、うん、まだバジリスク、うん、ガールズ&江頭にはならない。いや、まだガールズはまだ早いです。まだ早い、まだ早い、そこまでのめり込んでない。いや難しい。映画パンかとか言われてますけどね。映画パンいいね。映画パン、映画頭&パンツァ。あー、これはあれですね、戦車のコスプレがなんかしてもらって出てもらわないとちょっときつい感じですから ね、アナウンサー的な感じね。ちょっとあるよ。エガパンいいんちょっとある、ちょっとエガパンちょっとある、エガパン、あれですか、エガパン、あ、もうマロ、ピンポン来た、ピンポン来ましたね。大根店長がえらく気に入ったぞこれ。うんね、大根エガリスク、ボーナスは何に使ったんですかって言われてますけど、ボーナスなんか使い道ありましたか。貯めました。ボーナスはもうスロットで一緒に。
一瞬一瞬な。いやもう一日言ったら10万とかずっと10万キコぐらいいっちゃう。一瞬でも。そらもうゴッドよとコメント来てますけどね、アンケートで決めようって言われたんですけどね。マジでつくたまにものすごい吸い取るんでね。ああまあね、結構吸い込み早いですからね、あれなんだかんだ言ってね。はい、天の声方式で決めようって、明かりつけれないんですかって言われてますけどね。ちょっと暗いかな、はい、ガルリスクって言われてますけどね。明かりねついてるんですけどね。はい、これはついてます、大丈夫大丈夫。はい、うん、パイパンとか言うな。エガリスク、ウェアマンと同期じゃなかったって言われてますけど。いや同期です、年齢は違います。一緒に入ったんですよね、あの時期としてはね。はい、いやめっちゃ仲いいっすよ。ああ上山社員とは仲がいい。上山社員と結構揃って打ちに行くんで。ああそうなんですか、一緒に。ガルパン、ガルパンなんや。僕がガルパン勧めたら上山社員もめっちゃハマってしまう。いや前も言ってはった時、ガルパン打ちたいって言った。確かね、そうでしたよね。そうそう、何打ちた ですぐ却下した。そうなんですよ、大君、大君長村伝承が、うんうん、上の方で聞かはったんですよ、うん、上山社員今日何打ちたいって聞いて、ガールズのパンダ打ちたいですって言ったら却下。却下するんかいっていう。俺ツッコミ後ろから思いっきり言いたかったんですけどね。いやガルパンはね、もうだいぶみんなさ見てるから。いや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 、まあとか言いながら月曜日もあのガルパン放送しましたけどね、なんだかんだ言いながら、はい、ガルパンね。いや結構好きなんでね、いいで僕もガルパン。ああやっぱりテンション好きなんですね、うんうん。ちなみに大根中村選手ボーナスは何使ったってありますか。いやもう普通に貯金しました、ね、セコイン。僕セコインで。セコインね、はい、かっちりしてる方なんだよね、はい、この辺はね、うん、はい、あれコマコマと同じにおい、気候な社員は気候なんでは打てないんですかっていうコメント来てますけどね。あ打てないですね。さすがにねこの辺はねやっぱり、堅実ですねって言われてますけど、もうその辺あれですか、はい、結構ためんの趣味ですか。違うんですよ、堅実じゃなかったんで堅実になったんですね。あ今までは堅実じゃなかった。いやそうですよ、もうボーナスなんてもう3日でなくなってましたからね。前まで。あそう、もう3日であっても使い切るパターン。いや僕も相当打つの好きだったんで、はい、はい、もう社員副主任主任とか、うん、もうすぐもう持って走って、はい、うわもう全部ないわ言って。すぐバジリスクで負ける。すぐバジリスク。はい、あの時はまあまあバジ2やったんですけどね。ああ2の方ね、はい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 、もう、うん、入らんかったらきついやん、 BC なんとかないから。あれはもう入らんかったらめちゃめちゃきついですからね、うん、吸い込まれるだけになっちゃうんで、天井手前すぐ、はい、うん、あそう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 。いやなかなかね、その辺も。今はもうバジリスクとガールズバンドパンツァーしか売ってない。いや、まあ正直何でも売ってるんですけど、うんうん、ルパンも面白いっていう。あルパンね、あの筐体が好きやねんね。筐体一緒ですよね、あれ確かにね。戦国乙女とかもう絶対打つやろ。いやもう絶対、もう戦国乙女はもう絶対ですね、絶対打ちます。乙女ね、今度新しいのもね、なんかあるみたいですけどもね。いや出ますよ。はい、ね、えすぐバチ打つってね、ぬるっと再生表示って言われてますけどね。はい、すぐ差し上げは言いますかってことですけどね、うん、ちょっと明るくなったかなこれで、はい、3日で簡単になくなるぐらいの金額なんですかと言われてますけどもね。あシビアなとこ来ました、ね、なかなかシビアなとこ来ましたねこれね、はい、それはそんなことはよく、はい、よう言えません。そういったところはもうノーコメントで。ノーコメントでね。はい、うんうん、そういう初登場のこと時から木村に媚び打ってたのはエガリスクって言われてますけど。いやよく覚えてますね。よう覚えてはれますね、この辺ね。そんな感じやったの、下から下からみたいな。よいしょよいしょっていう。よいしょよいしょパターン。もうよいしょしないと、もう。よいしょして、どうなったん、どうなったん、よいしょして。よいしょして、どうなったんでしょうね。うん、あんまよいしょしても通じないとこあるからね。なんか、そうですね。うん、ジュニの通じへんねや、うん、いや、そんなんいらんから、みたいな。え、それバッサリ切られるパターン。そう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 、あそれもちょっとあれですね。うん、ね、エガリスク、エガパン、ガルリスクの3択でアンケートって買い見ようか、買い見えか、現状維持か決めようかって言われてますけどね。はい、ね、エガちゃん何月ぐらいから出てるのと、数ヶ月ぶり見るから分からんってことで。いや、もうめっちゃ久々っすよ。ニコ生出るとだいぶ久々でしょ。やばいやばい、今日明日ニコ生出てって言ったら、いや無理ですって言いますもん最近。帰りますって言って。いや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 、はい、マジで。はい、前も言ったんですよ、うん、明日じゃあニコ生ちょっとお願いしますって言ったら、うん、いやあの、うん、帰ります。あの女の子が待ってるんで。あマジで、マジで。
待ってないって思う。あすごい、もうすごい、もう事務員さんにすごくナンパするから、うん、もう誰でもナンパするから。うわ、それは。シャラいなぁ、おい。いやだからもう本当気をつけてるんですよ、僕。はいはいはい、お客様にそんなんせえへんやろなぁとか思って、こう。何があるか分からへんから。いやちょっと前のコメントでね、エガリスクはあの彼女と別れた後にできた彼女と別れたんかと、早いなとか言われてますけど。うわやばい。いやよう覚えてますね、もうみんなよう覚えてるな話。え今は、今は彼女、彼女いてます、今はもういてますよ、もういてます。早いなぁ、彼女作るのめちゃくちゃ早いな。数ヶ月前おらんって言ってなかった？2ヶ月ぐらい前は。いやそうっすね、でももうすぐできた、うん、もうすぐなんか、うん、そうですね。できました。うんね、尊敬する、あ尊敬する先輩は誰って質問したね、エガレスクだけは木村に乗り換えたってありましたねこれね。はい、うん、見た目を裏切らないチャラさって言われてますけどね。いやもう次10倍チャラですから。次です。放送より女性ががっかりですって言われてますけどね。たまには男と男とも遊べとか言われてますけどね。男も大好き、男も大好き。男も大好き。俺エガリスクにナンパされましたよ大根って言われてますけど、接客中にエガリスクにナンパされましたって方もいますけど。マジでそれはあかん。誰や、それはあかんで、ほんま誰や、ちょほんま言う言う、報告せなあかん。報告。ウェスカーに報告せなあかん。ウェスカー、ウェスカーに。それはもうウェスカーはほんま怖いね。そう、確かお父さんが佐賀の人って、あーよくご存知で、すごいよく覚えてます、よう覚えてはるね本当にね。あ俺も、俺もナンパされたって方いらっしゃいますけどね。男までナンパするのか、あかんてそれは。チャラリスク映画パニ決定かなとか言われてますけどね。はい、うん、エガリスクニュースらしいで、もうすでに何人目やって言われてますけど彼女。いやもうそれはもうね、いやみんなもう入社して何人目な、何人目、いや3ですかね。4月に入社しての1月やった、まあ、1月で、ね、10ヶ月行ってないですよ、うんうん、いやもうこれはたまたまですよ、たまたま、うん、もう3ヶ月に1回変えるパターンね。3ヶ月のローテーションね。ローテーション、ちょっとあの言い方悪いですよ、もう。あ、それ言い方悪い。悪い、うん、じゃあ何なん、なんて言う、あちょっとわかんないですね。なんでそこで照れんのんな。いや3ヶ月ペースやん、今3ヶ月やろ。うん、だ11年経った時にはまた違う彼女になってる可能性はある。いやもう、いやあどうだろう。どうだろう、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 そんな急にそんな言い方で。どうだろう。LINE 聞かれたら、エガリスクはいつもいやらしい目で客を見てますって、ね、そろそろ禁止令出さないとって言われたんですけどね。いやね、禁止令出さないとほんまにあかん、ね、飽きませんか。そんな23歳若ってね、10ヶ月で3人とかガチでやばいな。どういうさ、そのさ、どういう感じでさ、街でナンパするの、うん、いや、ナンパはしないですよ、もう。え、どういうバーなんですか、その。え、これ、なんなんすかね。え、ちょっと待って、無意識に彼女できてるってこと、それは。なんなんすかねっていうことは。なんか、こう、大学の友達の友達であったりとか。そういう、なんか一緒に飲みに行ったら、なんか。あ、いつの間にか気があって。そうです。あ、話してたら気があって。なんかもうそういう自然な。ストックがあと5人いますとか言われてますけどね。いや特会引っかえて、エガリスクに質問なんだけど、ガチでコンパとかしまくるんですかって言われてますけど。いやもうめったにしないですよ。あコンパはしないんですか、合コンはめったにしない。あじゃあ友達となんか遊んでるうちに、友達のその知り合いみたいな形で。ちょすごいの来てるやん。何？大君真面目な話、副主任ってこんな人ばっかりだ。やばいよほんま。いや。ちょこれ俺も考えなあかんのかな。これはやばい。じゃ中にいたらわかんないじゃないですか。まあそれはね。だから周りの人から見たら、うん、あ評価的な部分で言うとね。はい。うん、だからこう第三者の人に見てもらったらもうこんな副主任ばっかり大丈夫なの？っていう感じって思われてるってことかな。でも真面目な話すると、放送は放送やからね、それだけは言っとくけど。うわ怖い、これからの鶴見どうなる。いやこれからの鶴見はもう僕がもうなんとか引っ張っていく、引っ張っていく、もうもちろん、うん、ああもう楽しいね、ね、これはもう楽しみに、うん、もう今後の鶴見にも注目という形で。そうですね、鶴見って何かあれば、うん、エガパンに言ってもらう。エガパンだった、エガレスがエガパンだった、これついに。映画版に言ってもらった。だからね、女性とか紹介してほしい、はい、アンダーツリーの方も見てるかもしれない。
のアンダーズリーの方もあ、こちらまでみたいな、そうそう、身内の方もあの、エガパンまでご連絡いただければ恐ろしいことになってきてんな、はい、もしかしてまともな人って佐藤さんだけですかって、ね、窓口がエガパンまでって言われてますけどね、そうですね、はい、エガパン、はい、なんかあの、はい、置いときますわ、カウンター前にでも、あのご要望等ございましたらエガパンまでって言って、エガパンまであのちゃんとしたプライベートの電話番号入れて、いやいやもうそんなもん、いやありがたい話、ありがたいんかいありがたいんかい、それムッシュがアップを始めました、コマコと言われてイガリスクといちゃんとやばい人多すぎると言われてますからね、やばいって言われてるで、うん、もうやばいん全然そんなことないですよ、イガリスクとすれ違うだけで妊娠しますとか言ってますからやばいやばいやばい、常になんか体から放出するすごいやん、フェロフェロモンどころじゃなくて いろんなもん放出してる感じですけどね、これね、下かもうさすがにもう2時前早い、いあ、台映してへんのに1000個目超えたで、あ、ほんまやねん、すごいな、どないやねんっていう話ですけどね、はい、もう作業まだ続きはるんですかこれ、え、作業まだ続きはるんですか、今日ね、まだまだ明日なんでね、あの、はい、あの明日確か天気日ないんですよ、あ、そう、先ほどちょっと、話させていただいたんですけども、明日の、開放というか、お店開く時間が、一応予定なんですけどね、はい、これ予定なんですが、はい、17時夕方の5時、はいはいはい、という形になりますんでね、そうなんですよね、はいはい、ぜひぜひ皆さん、仕事終わりに来られればと、ちょうどいいかなっていう時間帯でもあるかな、はい、思いますんで、はい、そう、先ほども言ったんですけども、あの機種とかに機種とか台数に関してはちょっと、ちょっと明日の検査が終わり次第という形の公表になりますんで、はい、ちょっとここでは言えないことはちょっとご容赦いただければと思います。はい。天気予天気予なしはきついねって言われてますけどもね。はい。うん。エガリスク鶴見のことタオンだぜって言われてますけど。いやもういいこと言ってきます。任されました。もう完全にチャラ。もうすごくチャラいわ。全然もう。ほんまじゃあ俺もちょっと。お願いするわ。いやもうお願いされました。あれですね。もうお願いされた。うん、もうごまかしてくれと。はい。チャラいなーっていうことでね。全員引っ張っていって、うん、俺も引っ張って。うん、やっぱエガリスクやばいわってね。はい。JP やわ、鶴見でいいとも好評だねって言われてますけどね。うん、大君乗っかんのかって言われてますけどね。いややっぱ俺も引っ張ってもらわながらね。うん、若さ欲しい。若さでね。はい。そうそうそう。でも中村店長若いじゃないですかまだ。28ですね。全然若い。全然若い。全然若い。いやエガリスクさんの僕なんてもう一回り離れてるからね言うて僕36、はいはい、もう今年6やからあ、ね、でもね36って言ったらこの前ねあれですよこの前ちょっと梅北の放送でも話したんですけど、はい、ジージ店長いるじゃないですかジージ店長麻酔店長がイカダに行かれた、はいはいはい、あの方が私36って言ったらえらい驚いてましたねこの前の放送で神戸中央の、はいはいはい、終わってからちょっとお話しさせていただいたんですよあ、はい、で JP さん今おいくつですかって言われて36ですって言われてって言われてもっと上だと思ってましたいや違うんですよ違うんですよあのジージ店長は自分がイケてるって言いたいだけですあそういうもんなんですか、はい、あジージ店長42かなですが、ね、でも見えないじゃないですか若く、はいいやまあ、若く見えないというのはいやジージ店長曰くは僕より年上やと思ってましたとジージ店長より上っていうあの僕がなんか、はいはい、どこのおっさんや的なところの感じで見てはったかもしれないですけど40代からジージ失礼するでジージ嘘つけないからでジージが言うかって言われてますけどまずあだ名ついてますからねまずジージっていうあだ名ついてますからそうそうそう、はい、ジージはマイマイの写真送ったらいいねが3分で帰ってきたんだよって言われてますけどねああいやいやもう早いですよもう一緒に働いてた時も、うん、いつもマイマイのあのフェイスブック見てましたよ事務所で神戸中央で、はい、そのジージ店長に大店長いるじゃないですか生田川店長で写真撮って、はい、あの LINE でその送信するのも、はい、送信というか会話するのも初めてやねんけど、はい、送ったんですよ、はい、あの写真送った、はい、既読何分でつくかって言ったら3分で既読ついて、はいはい、ですぐにいいねっていうスタンプが送られてきたんですよあ、はい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 、それであの神戸中央の放送、はい、えらい盛り上がりましたけどねいや若いんでねジジ店長そういうのすごい早いですからフェイスブックとかすごく更新しますからねあそうなんですか、はい結構マメなんですねその結構マメですああいうの好きなんですよね
ね、もう大君全部映画リスクに任したらええやんって言われてます、ね、任します、任せる、これからその後で嘘っぽさがにじみ出てる一番信用しちゃダメな人って言われてますけどもね。わかんの、え、信用して俺痛い目見るパターンこれ。いやいや、そんなことないですよ、もう僕は。いや、違うやな、もちろんですもん。ずいぶん前に今福店に子供が紛れ込んでじいじが手つないで歩いてたけど完全に誘拐犯やったと言われてますけどね。すごい言われ方されてますけどもね。はい、店長も交代かって言われてますけどね。はい、といった形ございまして、もう2時ですよ。どうしましょう店長。早いですね。あっという間ですけどもね。はい、トークだけで2時間持たせてしまいました、本当に。いや、最初の40分は申し訳ないですね。いや、すいません、一人でくっちゃべってない。これ YouTube 上げちゃっていいですか、大丈夫ですか。なんかあかんとこありました。いや、全然ないんですけど、はい、はたまたこのトークだけで上げ、上げても大丈夫だかなって思いましたね。いや、はい、もう、なしでいいんちゃいます。放送そのままなかった感じになるんですか。そうですね、はい、いや、きっちりその感じで請求しただけはいいと思いますんで、はい、はい、すいません、その辺だけよろしくお願いします。はい、ねえ、2時には3人で粉行きましょうかって、それとも木村呼ぼうかって言われてますけどね。映画パンもスラックス破れるぐらいの頑張ってる雰囲気演出出さなきゃって言われてますけどね。あ、もう頑張ってますよ。さっきね、木村主任ここ破れたんですよ。今日破れたらしいんですよ。はい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 、来てここ破れたんすよって言ってはったんで、あ、はい、早速スラックスが大ピンチだってね。はいはいはい、はい、うん、いいと思う。鶴見の紹介部位でいいと思うって言われてますけどもね。ああ、そうですね。最近やってないですもんね、お店。あ、僕来てからあれやってないですもん。どうですか。あのいつも食堂とかでやるやつ。ああ、そうか、あの、はい、面白い会社説明会。そうそう、説明会やってないんで、ね。ああ、はい、以前出られたこともうないですか。ないです。僕その時ね、今福いたんですけど、はいはいはい、その時今福に松浦主任出たんで。ああ、そうかそうか、はい、そうかそうか、はい、あのお二方だったか。そうです、そうです。僕はホール見てましたんで、その時ちょうど。なるほどなるほど、はい、裏でやってんなぐらいの感じだったんですね。そうです、そうです、わかりました。ちょっと今度前々にネタとしてちょっと言っときますんで。いや、いいです、いいです。ぜひこちらの方でやらせてください。いやいや、いいです、もうこれでいいです。はい、全然、はい、途中から見たけど面白かったんで、鶴見らしくていいんじゃないって言われてますけどね。あ、そうですか、はい、すいません、あれ、うん、でも会社説明会出たら履歴書公開されるでってことで。あのね、知ってます、履歴書ね。いいですよ、僕。あ、はい、いいです。あ、はい、全然公表しても大丈夫。全然大丈夫、うん、写真がすごい違うから。あ、そうなんですか。はい、あ、ちょっとそれでも見てみたいな。こんなに痩せてたんですかってなります。うん、マジで、マジ見たい。ちょっと見てみたいですよね、映画写真ね、これね。結構僕はアルバイトから入ったんで、はいはいはい、だからもうそのアルバイトの時からの写真やねんか。あ、当時何歳って覚えてはります。大学2回、20歳ぐらい。あ、じゃあもう8年前ぐらいの履歴書やから、ちょっと見てみて。ほら、大根の履歴書来たいっていうね、うん、コメントも来てますけどね。 いや、全然全然、もしあれんであれば全然やりますよ。ああ、わかりました、はい、じゃあまたちょっとその辺話来るかもしれませんのでよろしくお願いします、はい、その時は、ね、毎回こう見られた時に、はい、って言われるんで。へえ、はい、見比べてみたいな感じなんですか。そうやろっつって、はい、白黒じゃないといいですけどね。でもいじるところは文章でもあるんやでってことで、自己 PR あるじゃないですか、履歴書の。あ、でも そんなね、僕アルバイト のあれなんで、うん、新卒の社員の方とかはしっかり書いてるやつが全部残ってるから。はい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 、はい、あ、それおもろいかもしれんな、はあ、いや、もう僕のはやばいですよ。あ、やばい、写真めっちゃええとこで撮ったんで。ガチで、ね、ガチのところで撮った。新卒の方の見ましたけど、はいはいはい、なんかね、みんなね、すべて見ました。見ました、はいはい、見たんですけど、はい、もうこんな髪型じゃないですよ、ちゃんとなんか七三分けみたいな。絶対そんなんせえへんやん。いや、それ見たいな俺、ね、ピシッと七三でこうやって真顔で撮ってるから。今度データもらえません。っていうか、これで来いよって言うんですけど、絶対データもらえませんっていうのも、ここで言うのもなんですけど、うん、ぜひ今度はあれですね、放送ネタになるんやったら、いっぺんまたトークやるんやってやってみたいですけどね。その、はい、なんかね、こだわりがある写真館員の人やったらしくてね、はいはいはい、あれはやばいっすよ、もう肌も全部描こう。え、肌もちょっと白くして、ニキビも消す。え、いわゆるなんかこう画像処理的な部分で。へえ、そんなあるんや。で、髪型もこんなんじゃちょっとあかんから言うて、はい、全部ブチッとして。へー、そんな
るとこあんまないじゃないですか。ないでしょあんまり。行った感じでそのままね。うん、まあなりますよね、はい、普通。まあ髪型多少ね、あの乱れてたらその前に直すことはあってもね。僕もでもあの高校行くときはなんかあれですよね、あのここに傷あるんで。あ、はい、あのファンデーションみたいなのされました。あ、塗ってということか。なるほど、ね、顔に傷あるから。うん、8年前まさか店長になるとは思わないでしょうねって言われてますよね。いえいえいえ、店長になるためにあの頑張りますって言ってましたからね、その時から。あ、その時から、はい、さすがこの辺の目標はきっちり達成してさらに上を目指すということでね。そうですね、はい。あ、師匠がね、はい、師匠が誰やったっけ、はい、師匠なんていう名前だっけ、ラオウじゃなくて鈴木ブロック長。あー、エリマネーター、はい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 、はい、エリマネーター、ね、はい、現在ね、あの関東の方行かれてますけども。そうです、そうです。はい、エリマネーターが師匠なんで、はい、なるほど、はい、はい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 、めっちゃおもろいですよ。もうあの人めっちゃ仕事するんで全然寝ないくて、もうずーっと仕事してて、でラーメン食べに行こう言って、で2人で行ってラーメン食べに行ったら、はいはい、ごまとかめっちゃ好きなんですよ、はいはいはい、ラーメンに入れるやつ、はい、でたまたまこうやってあって、はい、ずーっとこうやってるから、はい、いやいや、どんだけ入れるんですかって言ったら寝ながら入れてたからすごいっすねっていや限界来てたらしくてぐらいもういや、す、あ、そういう面もあったんですね。そういう面もあった、はい。いや、その話もらっとこう。あの、はい、関東でちょっとあれですね、それは出会った時にネタにしてもらった。僕しか知らない。あ、知らないですか。2人で行った時なんで。なるほど。2人でラーメン屋さん行った時、ずーっと。ずーっとこの、あの、ごまするやつね、こうやってね。いや、まあ、ごま好きなんは知ってたけど、どんだけ入れるんかなってパッて見たら、もう、こんなんなるむぐまでもう、こんもりなってたんですね、ごまがね。なってました、はい。なるほどね、分かりました、はい、ありがとう。また一つ小話が来たというところで、はい、じゃあもう2時過ぎましたね、ぼしぼしこんなところでよろしいですか。そうですね、はいはい、他いらっしゃいませんか。大丈夫ですか。大丈夫ですね、はい、出てもらっとく。え、もうやつは大丈夫ですか。いや、やつ別に出てもらっていいよ。もうやつ変わりますか。もう、うん、もう最後締めてもらって。じゃあ、ああ、最後締める前にね、恒例なんでちょっとやっといていただいてよろしいですかね。お、何でしょうこれ。あ、じゃあもうダブル副主任で最後締めたら。お、じゃあ呼んでくるわ。わあ、僕より10倍チャラい人来るんでじゃあこれね、緑の粉がありますんで、それ息ストローでスッと吸っていただければと思いますよね。粉で締めようって言われますけどね、はい。これ毎回吸ってんすか。毎回っていうか、まあ前回というか他のねところでもいろいろと罰ゲームがありましたね。なぜかあの罰ゲーム一個一個やっていただかないと締まらないということですので。わ、はい、じゃあちょっとすいません、はい、これ僕一人ですかね。皆さんやってはりますね。皆さんやってる。ここに緑の粉がこうバーってなってるのは間違いなく他の方が拭いたということですんで。おー、はい、やばえ、これ口からですか。あ、口から、もうどこからのもんですか口以外鼻で吸ったらえらくなりますからね、はい、勢いよく寝てね、ま、次また彼女変わってるんやろなって言われてますよね。いやいや、次出演とかね、はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ行きます、はい、じゃあそれで、締める、えがいすことは出番すべて終了ということです。あ、すみません、持っておきます、はい、じゃあ行きましょうか、はい、四天王のリレクションで笑顔しか見てほしいって言いますね。行きましょうか、はい、行きましょう。3、2、1、5お疲れ様でしたありがとうございます。ほんまに来たねこれ浮いてる浮いてる、粉浮いてる粉浮いてる大丈夫かいな粉めっちゃ飛んだかなもうスラックス緑、スラックス緑だったごめんなさいね、これ拭いちゃった拭いちゃった大丈夫かいな、これこれこんなことなるんですね、粉。ああ、暴風っていきましたねじゃあ僕の服にもついたなこれすみません、またこれ拭いといてください。はい、ありがとうございます。はい、まあそうなるよねって言われてますけどね。あ、はい、はい、僕、ちょっと喋っても、はい、戻るんで、はい、はい、江頭6人、続行続行、はい、続投あれ、どこ行ったあれ荒木さんちょいちょい見てたんですけど、はいはいやっぱ
こういう系あるじゃないですか。はいはいはい、はい、はいはい、僕はもう、はい、今日は脳出演で脳出演。いやもう画面出ちゃってますけど大丈夫ですか。もうこれで終わりで大丈夫大丈夫ですか。はい、はい、あの江頭六人にも続行してもらって続行もうすでにもう苦しそうやねんけど買いますよね。この人がチャラい人って言われてますけど江頭さんチャラい人ですか。いやもうイケメンなんでね。もうイケメン、はい、粉いこかって早速言われてますけどね。あもうじゃあもう荒消しに粉いこかえっ何言ってるか分かんない押し付け合いが始まってるぞ。押し付け合いがもうすぐ逃げよったで、ね、めっちゃね喉にね残り引っかかるんですよ。僕も以前やったことあるんですけど笑い分かってないとか言われたら逃げたって言われてますけどね。いや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 やつはやばいですね。はい、じゃあ木村呼んできてって言われてますけどね。はい、江頭代わりにやっとこうってもう一発やったからね。もう勘弁したってもう、はい、この罰ゲーム結構きついからね。はい、じゃあ最後どうすんのな。閉まらへんのこれ最後これ、うん、何でしょう。木村主任やっぱキムさんかな。行きます。行きますか、うん、もうちょっと呼んできますね木村主任。じゃあ行きますか。はい、じゃあよろしくお願いします。というわけで江頭さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、今後ともまた何かありましたら出演よろしくお願いします。またお願いします。はい、木村か吉井さんって言われてますけどね。吉井さん出たことないのに大人気やなほんまに。え、なんで。いや、あの島田切ったことで有名になっちゃったんですよ。あの放送中に島田落ちて放送が止まった時に有名になっちゃったんですよ。そんなんやったんすか。うわ、よっしゃ、はい、あ、キムさん呼んできてほしいってコメント来てますんです。僕の尊敬する人はもう呼んできますもん。あ、じゃあすいません、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。さあ、最後呼んできてくれるかな、どうかな。はい、はい、というわけでございまして、どうですか皆さん、楽しんでいただいてますかね、これね。はい、木村来るでワクテカって言われてますからね。はい、いやー、どうですかね、こんなトーク番組というか、結構のんべんだらりとトークしてますけど、大丈夫ですか絵面的にどうなんだろう。あ、今日のトークなかなか面白いでありがとうございます。そう言っていただけるとありがたいですけどね。まあ、やっぱりね、リアクションがあるってことはありがたいということで、まあ、できるだけ万年にならないようにはしていきたいというふうに思ってるんですけどね。このだ水曜日の配信結構こういろいろと、変わってくるとは思いますんで、はい、あ、大丈夫ですか。あ、大丈夫ですかね。はい、いや、すいません、なんかリクエストが最後にキムさん呼んでほしいっていうコメント来てますんで。いや、粉かどうか分かんないですよ。リスナーに聞きましょう。うん、リスナーに聞きましょう、これは。あれですか？はい。粉枠ですか？いや、粉枠かどうか分かんないですよ。粉キャラですか、僕は。いや、別にそうとは、僕は言ってません、僕はね。はい。はい、最後は、まあ、キムさん来てほしいよっていうコメントがたくさん来てたんで。あ、なるほど。入れ替え作業に身を粉にするだけでは飽き足らず。さらに粉を飲めと、さらに自身が、あれですね、はい、身を粉にするだけでなく、はい、さらに粉と、うん、はい、あとコメントでわけわからないか、この粉で粉ではないっす。粉ではない、粉ではないっす。はい、うん、最近トーク配信の方がコメント多いですね。そうなってくるのかな、はい、どうなんだろう。決まってるじゃん、粉だよ、わらわら、意味がわかる粉だよ、わらわら、粉だよ決まってるじゃん。キムキムアケオメ、粉よろしく。粉なのか。とりあえず座って。粉に決まってんじゃん。全部面白い。粉使ったら全部面白い。キムはとりあえず粉すって落ち着こう。言い方ね。言い方危ないでしょ。いや、ちょっと待って。落ち着くんで粉っていりましたっけ。粉以外っていうのもようわかりませんし。
あ、とりあえずこなってって動詞になっちゃったよ。木村ローソンで唐揚げの件もあって以前なんか話してましたけど、あれ確か愛知の方でしたよ ね、 そうですね、確かコメントできてたのね、はい、あのローソンを粉で挟むやめてもらっていいコメントなの、この粉々ローソンの唐揚げっていうね、はい、どういうことだね、落ち着いたように粉は必須、粉以外あるかと。木村お疲れだろ、とりあえずキムキムイコール粉って言うんですけど、落ち着いてないのは皆さんのせいですから。そう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 、普段からこんなわけじゃないですからね。ないからね、これね、はい、キムキムイコール粉締めの粉だよ、ね、締めの粉ってない、はい、どういうこと、はい、始まりの粉で始まって粉で終わるみたいな感じになってるんですかね、なってますけどもね、まあいいでしょう、はい、といった形でございまして、まあ、最後ちょっと締めたいと思うんですけれども、はい、いや本当にお疲れ様でございました、はい、ありがとうございました、本当にね、あのお忙しい中、はい、今後もまだ作業続かうということで、先ほど中村店長言ってあの、そうですね、まあ、入れ替えは基本的にエンドレスナイトですね、はい、エンドレスナイト、エンドレスナイトです、はい、でまあ明日はね、はい、17時からの開店という形になりますんで、ね、はい、まあ、ただ朝から吉井さんは出社なので、うわ、はい、もう相当ね、ヘロヘロになってると思うんですけれども、吉井さん大変だね、そうですね、はい、ただでさえ我々のね放送の時に島田を切っただけで有名になってしまった男、はい、吉井さん放送で1回しか切ってないですからね我々は島田、そうなんですよ、島田吉井っていう名前ついてますけど、はいはい、実際吉井さん切られたのは1回だけですからね、それを我々はもうねちこくねちこくねちこく言いまくって、はい、まあリスナーの間でも掘って掘って有名になりましたけどね、はい、うん、こなすったらズボン治るよって言われてますけどね、うん、ね、そんな再生能力、ああ、ね、ないでしょお兄さんたちトレンディだねって言われてますけどね、別やろそれね、粉芸人じゃなかった、はい、木村ですからね、斎藤ではないですからね僕は、うん、粉の海は萌ちゃんが喜ぶよって、はい、今年の抱負ガチで真剣に言っとこうかって言われてますんで、最後それで締めよう、はいはい、あ、僕のですか、はい、そうですよ、そうですよ、今年の抱負ですか、そう、はい、まあ新年明けまして一発目ですから、そうですね、今年の抱負、あー、どうしようかな、大きく言っていいんですかね、あ、どうぞどうぞ、今年で、では私は店長になります、言いましたね、はい、言いましたね、宣言しましょう、宣言しましょうか、はい、はい、言うだけただですから、はい、その言葉言ったすべて台無しやからね、これもし上層部の方々がもしも見てたら、ああなるほど、あれ木村ビッグマウスじゃん、おお、いつも通りじゃんみたいな感じで、ね、あ、元気でやってるんじゃん、勢いあるじゃんみたいな感じでね、なるほど、はい、ここまで言うたからね、やってくれると期待のね眼差しも来るかなと、はい、ただこれでもしも僕が店長になった場合、なった場合誰でもなれます、店長多分誰でもなれますこれでもしもなれたらなんで、はい、またそんな最後にね自虐的なネタ持って、はい、乗ってくるのはね、まあ、まあまあね、早来ないと、ね、粉になるんじゃないんですか、はい、って、粉になりますでしょって言われてますけどね、そうですね、はい、そうですね、あ、そうか、もっと精進しろっていうことですね、ああ、そうですか、はい、はい、じゃあそれで最後しましょうか、はい、はい、行きましょう、3、2、1、キュッ、いやなはい、というわけで皆さんお疲れ様でした、また来週お会いしましょう。